はい、皆様こんばんは。ストリートファイターシリーズすべてが集まるチャンネル、ユーディールストリートファイターオールバトル、スーパーストリートファイター 2X からストリートファイター5まで、その歴史を築き上げてきた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネル。本日はスパ 2X 最強を決めるリーグ戦1日目をお送りいたします。本日進行を務めさせていただきます、スパ 2X は DJ 使いのキャベツです。よろしくお願いします。で、本日実況の吉尾さん、ご紹介お願いします。はい、吉尾です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして解説の駒田さんです。駒田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。DJ スカイさっき聞いたのね。そうなんですよ。はい、先ほど駒田さんの、はい、解説いただいて。競技の決まりました。はい、これからは DJ スカイとして頑張っていこうと思います。はい。それはですね、今回のリーグ戦参加選手の紹介をまずさせていただきたいと思います。こちら画像の方が出るそうなので、お願いします。はい、まずはビーストをこせ何これ、こせし求道者さしし X リュウですね。はい、これ本人が、うん、ビースト信者っていうのもあって、はいはい、まあ、そういうこともいろいろ。そうなんですね。はい、なんかちょっと確かにお顔もなんかちょっとビースト感出てる感じしますよね。師匠が同じ王号っていうことで、うん、あ、そうなんですか。そうですね、うん、すごい育ててますね。同じ世代ですね。じゃあもう全然コセシですね。コセシ。はい、なるほど、うん、はい、じゃあ続きまして出ますか。ニューヒーロー。ニューヒーローですね。ボタンカー商店さん、はい、X ガエル。うわ、ニューヒーロー感あるなめっちゃいいな、ボタンカーさん。まあ、とりあえずなんかナイキの宣伝やってる分、ね、うん、確かにいいっすね、これ。アスリート感も出てますね。確かに、アスリート感、ね、うん、まあまあ実際ね、うん、ずっと言動はふざけてるんですけど、はいはい、実力は本当にそう、これは本物ですね。しかも今年、しかも相当調子いいんで、はいはい、まあ、僕はもう言動がふざけてる感しか全然伝わってないんですけど、はい、今年はその X 毎年やってる大会も優勝してるし、あ、そうなんですね、ユーディの大会も優勝してるってことで、うん、今年かなり乗ってます。やばっ。すいません、ナイキ×コタカですね。やりそう、やってほしいですね。確かに変身しそう。はい、してじゃあ続きまして、お、フジモン。縦からの四角、フジモン DJ ですね。こちらはですね、はい、今関西、そうですね、関西、もともとチューブでやってて、はいはいはい、そのチューブ方面で DJ が非常に盛り上がってるんですよ、はい、なんか、はいはい、地域特色があって、はい、関東ホークとフェイルが盛り上がってるみたいなあって、はい、チューブは DJ とバルドが盛り上がってるんですけど、その DJ の一員みたいな感じで、はいはいはい、でも、去年、うん、今年もファイモンとか優勝してるとかでかなり乗ってる、ね、はい、一番この今回出てるメンバーの中で一番今やり込んでるのはおそらく彼ですね。あ、そうなんですね。か、コタカか、小高ですね。そうですね。か、小高。小高はまあ、もうナイキのスポンサーが良かったですね。素晴らしいですね、はい。活躍やっぱされてるから。活躍してますね。うん、なるほど、なるほど。そしてじゃあ続きまして。赤きサイクロン降臨。ブンゼ、X ザンギフ。ザンギですよ。このやっぱね、表情で全てを悟っていただきたいと、うん、そうですね、いうところですね。ちょっと辛そうな感じですか。辛そうなんですけど、辛そうなんですけど、ここがダウンするとこっち見るか余裕があるんですよ。なるほど。一応。で、あのファイナル決めるとすごい喜んで、はい、そのまた席立っちゃうから喜んじゃう。でもこれ試合中はさすがに見られないですよね。この大会はその投げてる最中顔見れる。ああ、だからちょっと ね、オーバーアクションだったらうまくこう、ね、はい、切り替えてもらってるかもしれないですけどね、うんうん、なるほどなるほど。続きまして、はい、変幻自在のベガ職人ユーベガ、うん、X ベガと、うん、来ましたね。来ましたね。知ってるな。なんかこう、スト2の大会語る上でこの人外せないんですよ。あ、そうなんです。もう絶対出てくるんですよ、ね、そうですね、絶対出てくる。なんかスト2の大会に出るのは、うんうん、納税と同じだって言いましたから、うん、なるほど、義務ですね。国民の4大義務があってその中の一番大事なのが、はい、まあ僕結構大会出ないこと多いんですけど、はい、小村さん大会出なあかんでとかっていう S 関西弁を使ってね、国内の4大義務、国民の4大義務をその無視してるんと、はいはいはい、そこからちょっと半年ぐらい喋ってもらえませんでした、ね、本当に。国民の4大義務はなかなか新しいですね、それ。そうですよ、もう。素晴らしいな、それ。大体地方の大会行く時も、うん、スーツで出てきて、はいはい、その仕事だっつってスーツで出てくるんですよ。はい、へースーツで、はい、その仕事のふりをして地方に行ってるっていう。
いや、いいキャラ作りですね、すごいですよ、本当に。徹底しますから。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、続きまして。伝説の玉打ちおんもいや、X だって X ガエルと。今回ね、ガエル出してるのは、うん、あのやっぱ相当ですね、あのガエルも使い込んでるんですよ。うん、2000年代後半ぐらいからですかね。そうですね。2000年代後半ぐらいから、ちょっとガエル仕上げるわとか言い出して、はい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 、であの、相当ガエルをうまく使ってて。うん、まあ、今、幅広く知れ渡ってる方ですからね。そうですね、今ちょっとあの、うん、ここ1、2年まで漫画と、はい、あとまあ、あの今年もね、ねあの梅さんに呼ばれたりして、いろいろ事件を。ここ1ヶ月、ここ1ヶ月ぐらいの話ですよね。そうですね、ここ1ヶ月ぐらいの話なんで。いや、で僕もね、ちょっと見させてもらったんで、うん、だいぶちょっと肩入れしちゃうというか、もうすごい注目選手ですよね、やっぱり。で普段ね、結構仲いいんですけど、もうそうですね、普段からあんな感じです。あ、そうなんですね。もうずっとあの、はい、飲みに行っても何しててもあんな感じで。言動が本当、はい、漫画のままなんですよ。うん、やっぱこう面白いですよね。多分年下とかの僕とかがそういう飲み会とか参加してもらったら多分すごい飲まされるような感じ。いや、まあ、あ、飲まされるんですよ。それは大丈夫です。だって小僧とかいう感じになります。あ、そうなんですね。小僧みたいな。でも僕その林見た時、オリカサ君も飲めよみたいな感じでしたけどね。絶対飲まされるよこれっていう感じでしたけどね。ちょっと、まあ、一杯目はね、ただあの人自身弱いんで。どっちかで先にピヨってるの。なるほどなるほど。そういうことです。先に潰してしまえば。そうです。はい、ありますキャプター結構強いもんね。そうでもないと思うんですけど、はい、すみません。じゃあ続いての選手、はい、してもらいましょうか。神の御託を持つ男、兄剣来ましたね。X 剣出ましたね、これ。X 界で知らない人はまずいないですよね。そうですね。うん、あのこちらもやっぱ剣なのに、うん、大会で印象残ってるって、はい、もうそれだけですごいんですよね。うん、なるほど。剣とはそういうキャラじゃないと。そういうキャラじゃないって。でしかもシングルの大会でも印象残ってるんですよ、ね。そうですね、まあ、チーム戦ならやっぱり、はいはい、あの他の剣使いの方も輝けると、うん、あるんですけど、シングルでここまでっていうのは、うん、そうですね、うん、まあ、あの先ほどの王吾同様結構仲良しでいろいろ話するんですけど、うん、あの彼ら2人のすごいところっていうのが、うん、おそらくあの X ってこう何色 ?7 色しか選べないんですけど、はいはい、普段使ってる色を変えて動画を見ても、はいはい、あ、兄剣だ、あ、おごだって分かるような動きなんですよ。 あまりちょっと人と被らないというか、個性的なプレート、うん、そうですね、なかなかちょっと真似できないというか、うん、真似できないような動きしますよね。しますね、素晴らしいですね。なるほど、じゃあ続いての選手はと、史上最強ホントチュン、まあ、史上最強の腹黒ですね。強さのベクトルが違いますよね。そうなんですよ。でも不思議ですよね、そのチュンリーってかなり強いキャラなんですよね。いや、まあ強いですね、うん、強い上に勝負強いんですよ、はい、あの弱点は本当に、まあ、今回こうリーグ戦ということなんで、はい、スロースターターなんですよね、はい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 、だからそこを最初に当たる人たちがちょっと倒していかないと、ど本命ですね、まあ、ちなみに前回 そのトーナメントの時はやっぱりそのスロースターターのところでやっぱちょっと倒されちゃった感がそう出ましたんでね、はいはい、そこはまさにっていう感じですね。そうですね、うん、これ当然皆さん知ってると思うんですけど、アニケンさんとオトチュンさんは双子なんですよね。そうです、双子です、はい、仲の悪い双子です。あ、仲の悪い、はい、だから全然キャラの冗談ですよ、冗談です、冗談です。もう仲のいい双子です。スト2界は、はい、あの兄弟プレイヤー強いですよね、結構ね、皆さん。そうですね、うん、結構兄弟プレイヤーいたりして、うん、まあ、他の業界でも強いか。そうですよね、基本兄弟プレイヤー強いですよね、はい、あ、誰かこう兄剣が弟って書いてますけど兄剣は兄剣なんで。まあ、だからジャギの方ですよね。ジャギの方、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 ね、まあ、強キャラ使ってるところで、ね、そうですね、勝てばよかろう的なところはありますけどね。そうですね、はい、はい、で、これで以上ですか、まだいます。以上ですね、はい、全員見ましたよね、今ね、はい、というわけで以上の8名でリーグ戦を行うわけなんですけれども、こうパッと見選手全員見てどうですか、2人は。まあ、あの、うん、とりあえず UDL 的にはやっぱサシシ、うん、フジモンが、うん、あとグンズさんか、あの新しいとこなんで、うん、はいはい、まあ、そこの辺は非常にあの期待してほしいというか、うん、まあ、グンズさんは、まあ、今更かって言ってたんですけど、知らない方も多分いらっしゃる、 めちゃくちゃ 古くから活躍してる方で、うん、はい、あのまあ、闘技も例えば壇上まで行ったりとかもありますし、うん、あの
その今まで大きな大会もそこでジョイマンが残ってる方なんで、うん、あまりもう X やってる人からすると説明不要的なところはあるんですけど、はいはい、で攻略もね非常に柔軟です、はい、すごい古い人ってちょっと古めの攻略に固執しがちなところがあるんですけど、グン、うん、さんの新しい攻略もかなり積極的に、うん、残儀使いの方ですよね。残儀使い、残儀使いで柔軟な攻略っていうのは全然想像できないんですけど。でも X の残儀は結構その柔軟な攻略っていうか、はい、まあまあその自由度を生かして相手を見ながら戦うっていうのはすごい重要で、はい、そこのこういう細いワンチャンスを通して勝つようなキャラなんで、うん、そこはやっぱり柔軟な発想がないとっていう、そうです、ね、結構ね読みすぐ読み合いに行っちゃう、うん、まあそれとも強いかったりするんですけど、はいはい、読み合いにやっぱ重視プレイヤーも多い、うん、多いんですよ、うん、でまあそれで強い人もいるんですけど、はい、グッズさんは結構、まあ、読みもすごいんですけど、うん、攻略面もかなりおろそかにしないです。そこを詰めたらね、残儀なんて掴んじゃえば勝てるところありますからね。そうなんですよ、まあ、ただやっぱこのゲームそのギリギリのところで、うん、画面端で掴まないとやっぱハマんないことが多いので、あ、そうなんですね、うん、そこで最近ね、環境に優しいスクリーンもだいぶ減ってきたというそうですね、でさっき言ったように、はい、画面端に行かないと、はい、はまんないんですけど、はい、スクリューって最後にレバー入れた方向で、うん、その跳ね方が変わるんですよ。跳ね方というか落とす方というか、これドーンの時に跳ね、知らない人めっちゃいますよその情報跳ね方変わって、はい、であと、はい、グッズさん、ここで前方向でスクリューやればはまるのにっていうところで、うん、後ろ行っちゃうことがあったんです、はい、で、はい、ちょっと環境に優しい、環境に優しいそれちょっと不本意なやつですよね環境に優しいスクールってちょっと言われてたんですけど、はい、まあ、それも最近減ってきたという、うん、ちょっと話なので、ね、詰まってきたと、うん、詰まってきたという話なので、なるほど、じゃあ、軍勢さんがかなり注目選手ではあると。結構、ね、ありますよ、はい、うん、サシシはね、本当さっき言ったように八重さんの弟子なので、うん、これもぜひ注目していただきたいですね。なるほど、なるほど。かつ、その球打ちもすごいんですけど、うん、はい、攻略もかなり新しい感じで、そのサードとかも強いんですよ、はいはい、で意識配分みたいな、その結構現代プレイ的な攻略をしてるやつなんです、はい、へー、うん、いや僕もちょっとね、この前のビッグマッチで小高対サシさんの試合を見させてもらったんですけど、いやー、後半の持ってるんだっていうような素晴らしいプレイしてたんで、うん、ぜひね、スパーツもいいんですけど、スト5とかの新しいゲームを挑戦してほしいなっていう。それはね、当然我々言ってるんですよね。そうなんですよ、一緒に出たサドリ君なんか、はいはいはい、部屋まで行って、うん、プレステ置いてきた。プレステ置いてきた全部セッティングして置いて帰ってきた。しかも、すげえな、サシの部屋が汚すぎて、ちょっと外でマッサラだとか、はい、それすごいな、ちょっとサソリさん、僕んち来てちょっとスプラトゥーンセッティングしてくださいスイッチセッティングして帰ってくださいっていうぐらい我々期待してるんですけど、うん、ちょっとやっぱ肌が合わないとみたいなね、あ、まあ、そうですね、やっぱ好きなゲームやりたいですよね、なるほど、なるほど、ありました、ありがとうございます。じゃあ、駒田さんの方はどうですか、この8年。全員注目なんですけど、ちょっとやっぱり吉尾と同じようなところで、うん、サシシ、あとフジモンですね、フジモンとかやっぱその向こうの DJ はやっぱ DJ の中では新しい動きするんで、うん、そうですね、そこら辺は非常にあれですね、あとはね、これ王君が2キャラ登録してるんですよね、はいはいはい、はい、サガットとガイルっていうことで、うん、唯一1人だけ2キャラ登録を生かした登録の仕方をしてるんで、はいはい、まあそこのそのどのキャラと当たった時にガイルを出していくのかなっていう、まあおそらく DJ あたり、まあ DJ あたりは行くんじゃない、あと竜、竜は微妙かもね、どっちでやっても強いから、うん、一応2キャラ登録制なんですけど、ワンチャン、まあ、ガイル出ないっていうこともあり得るってことですか。あー、でも多分 DJ には多分、うん、そうですね、 DJ には多分出す、うん、DJ には多分出すんじゃないですか、うん、なるほど、サーッと DJ がね、ちょっと、はい、あ、そうなんですね、割と試合になりにくいぐらいの、サガット出してる場合じゃねえと、だそれでも、サガット DJ の組み合わせめっちゃうまいんですけど、はい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 、めっちゃうまいんですけど、それでもなんですよ、なるほど、うん、そうなってくるとやっぱ出すしかないって感じですよね、うん、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。それではじゃあルール説明の方させてもらって、その流れで試合の方いきたいと思います。ルールなんですけれども、3試合選手となっております。そして2キャラ登録制と、はい、まあ、これは王さんが唯一サガットガイルとなってますね、はい、そして1試合目のみキャラ申告が、そして2試合目から負けた側のみキャラ変更ありと、そして勝敗で並んだ場合は直対の結果を優先、3人以上が勝敗で並んだ場合は得失点差優先となりますと、はい、これがルールですね、はい、でですね、じゃあ試合の方なんですけども、本日のプログラムですね、はい、試合順を紹介したいと思います、はい、はい、まず第1試合目フォトチューン VS アニケン、
で第2試合目小郷 vs ゆうべが、第3試合目小高 vs フジモン、で第4試合目サッシュ vs グンゼ、で第5試合ん第5試合目アニケン vs ゆうべが、第6試合目小郷 vs オトチュン、第7試合目小高 vs グンゼ、で最後がサッシュ vs フジモンとなっております。はい、はい、そですね、本番組は、3カード目3試合目の途中から会員限定放送となりますので、この機会にぜひ入会ください。チャンネル会員の方はですね、ストリートファイターオールバトルチャンネルのトップページからアーカイブ動画一覧というのがありますので、そちらから過去の放送も全部見られますので、よろしければこの機会に入っていただければと思います。先月までですね、サードリーグとかもやってまして、はい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 、その辺とかもね、熱い試合が行われてたので、うん、この機会、ね、いや俺ちょっと一部でだけで見ても激アツでしたね。そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっと一部だけ見ました、かなり熱いんで、まあ、ちょっとこの機会ね、サードともちょっと見てもらえればっていう、サード面白いもんね、そのミートですよ、そうなんですよ、めちゃめちゃ面白いですよね、はい、多分知らない方でもやっぱブロッキングとかがすごい派手なので、うん、今ここあすげえなって多分素人目でもちょっと思ったり、あとやっぱユリアンの反応見て楽しいですね。そうですね。そうですね。RX かっこいい。もうあれはね、ファイブだとふざけになった感じですけど、ね、まさにそう、アレクさんとかも、ね、出てらっしゃるので、はい、それもね、見ていただければと思います。はい、それではじゃあ試合の方行ってみましょう。はい、全員の優勝アンケート。あ、そうですね。優勝予想アンケートを取りたいということなので、はい、さっきね、これ考えたんですけど、うん、はい、ちょっとね、うん、これね、まあ、ちょっと今ほら録画って言っちゃってるんで、この回って録画だということで、はい、あれなんですけど、うん、もし現場にいたら、はい、今日の現場の人の調子みたいなの見れたんで、それでだいぶ、はい、まあそうですね、だいぶそれで、うん、そこなんですけど、ちょっとこの伝聞情報なんですよね、はい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 、私たちも今、うん、なんで そここそ予想しがいがあるんじゃないですか。まあまあそうなんですけどね、その最近のあれねみたいなところがあって、うん、ちなみにここ僕はね4番をしますね。悩み悩んで。ない子だ。ない子だ。僕の今の推しメンなんで。ただ逆にね、なんか今年行ってほしいかもありますよね。そうなんですね。うん、今年高かもあるっちゃあるんですよね。今年のうちにちょっと行ってほしいですね。小高その1、2個苦手項目をクリアできたら、うん、相当いけると思うんですよね。小高さんの試合だけちょっと僕こうやってサイリウムとかで振ってやりたいですよね。めっちゃ推しメンなんで。うん、あいつ、はい、あ、いきますか、はい、お願いします、ドン、あれ、あ、やっぱ音中さん、なるほど、で2位が大郷さん、うん、なるほど、大郷さんはちょっとキャラ人気見なきゃ、そうですね、いうところがありそうな気がしますけど、うん、まあ、この放送、そのやっぱスパツ X にこう やり込んでる方だけじゃないので、そうですね、大郷さんっていう人も結構ね、投票してくれてるって形ですよね。これ X プレイヤーだけでいくと、うん、多分フジモンの数字なんかもっと上がるでしょうね。うん、そうですね。なるほどなるほど。かなり勝ってますからね、実際大会で。うん、そうですね。うん、大会強いです、うん、非常に。ただサッシが意外に多い。うん、これはだから X プレイヤーも意外と見てるってことなんですね。そうですね。うん、まあ、あとあれかもしれないですね、そのビッグマッチとかでやっぱサッシさんの竜を見たら、うん。ああ、そっかそっか。うん、いう感じなんですかね。まあ、これがまあ一般的なアンケートの結果というわけなんですけれども、吉尾さんと小田さんもぶっちゃけた優勝予想とかもお聞きしても大丈夫ですかね。まあ、はい、どっち書きますか。どうぞどうぞ。私も決まってますんで。なるほど。あ、決まってます。いやー、4名2人の対抗1人。そうですね。これもどうですか、小高が行きそうな感じします。小高に限り、小高で言うと、はい、本当その、前回とかも割と小田中さんにちょっと早めな段階で当たって倒せたみたいなとこがやっぱでかかったとこがあったんで、まあその辺ですよね。その辺で本人もなんかあんなに中二戦うまくいくことはもう二度とないとか言ってるぐらいなんで、でも実際あり得る話なんですよ、今やってるし。なんでその辺がクリアできれば本当あり得る、あり得ると。うん、なるほど。でサシシは非常に私仲良しなんで押していきたいんですけど、大会だと、ね、不甲斐ないっていうのもあるんですよ。なんか確かに緊張しいってちょっと情報込みに挟んだので、横浜勢はすごい、はい、僕は、ね、一時期、うん、勤務中横浜で、はい、横浜勢はその中に、うん、で、サシも仲いいし、はい、周りの人間もサシの強さもちろん信用してるんですけど、はい、大会となるとなるほどあーみたいな、なるほど、へえ、うん、じゃあ実力が出せればもう全然、実力出せればもう、いやもう全然ありますね。なるほどなるほど。サシはちなみによく組んで出るんですけど、うん、はい、
一緒に出て買ったの多分一緒とか。え、マジですか。そんなことないでしょ。いやいや本当なの。さすがに持ってます。持ってないよ。さすがに持ってない。もう4回もう外せや。三種じゃ外せや。四五回行くんだとね。そんなわけないでしょ。四五回だよ。そう、一緒に出てるんだけど、なんか1回か2回しか買ってんの見たことない。ちょっとそこは不安要素ですね。そうですよ。あ、多分なんか俺だとチームと当たった時だけ勝ちましたね、あいつ。伸び伸びやってたよ。そうですよ。伸び伸び。俺と小高のチーム対、はい、ここの、あの、八重さん、小村さんみたいなチームに当たった時に、はい、最後こっちの佐賀戸塚の明夫さんって方と会ったんですけど、はい、なんかもう、うん、飛べるもんなら飛んでみろみたいな波動拳しか打たなくて、はいはい、悶絶しました。何お前女をついてんだよみたいな。じゃあまあサジさんは優勝予想から外していただいて外して、はい、外し、つまんつったら外したんです。おとちの際に対マンで勝ったこともあるんですよね。へぇー、10本勝負、10本勝負だから本当に強いんですよ、はいはい、本当に強いんですけど、うん、っていうところなんですよね。本当だから、そのもしだからさっき言った、うん、今のやノリやって調子見れれば、うん、はい、あ、今日のあれだ、いやもう大会なんでサジさんちょっと大会は私サシさん外してもらって優勝予想してますから。サシさんの動向はちょっとやっぱ実際見てどうなるか。実際見たそうですね。はい、はい、なるほど。うん、どう、いやまあいいかな。優勝予想。いやからそう からの本命がね、うん、僕の中では三先で、うん、まあ総当たりっていうことを考えてちょっと考えたのが、はい、うん、音チュンとサシが本命かなと。うん、さっきあんなこと言ってるんですね。ちゃんとだから、はい、あの、はい、言い訳がもしその3先でとか、はい、いろいろ考えた時にね、多少もさないと差し指って、そうです、実力通り出せろって。そうです、なるほどなるほど。そうすれば全然あると、ある。うん、で対抗がまあフジモンかなと、はい、うん、なるほど。でワンチャン五号君も、うん、キャラをうまく使い分けて戦うっていうことを考えれば、ね、相当でかいですよね。なんかまあでもちょっと軍勢が厳しいのかなとは思います。ああ、なるほど。ザンギはやっぱりと。やっぱりザンギはさすがにこのメンツでいくとザンギはもうそのままちょっと厳しいのがあるんで。ちょっとそうです。落とさざるを得ない組み合わせがいくつかあるんで。そうなんですよ。だからそう考えると誰でもあるとは思うんですけど、まあ。軍勢さんが一番低い気はしますけど、ね、ただかあのいい勝負の時に絶対いい試合してくれるんで。はい、だから勝ち負けというよりはその結構あのこの対戦対この対戦っていうのはすごい。X の対戦で見てると楽しいよっていうのが、はい、ザンギの場合は割と多いんで、まあ、その辺をそういう意味では割とその強キャラ使いたちが結構障害で割れれば、そうですね、軍司さんもあり、そうなんですよね。問題のザンギってやっぱりそのやっぱ夢を見させてくれる勝負がいいところなんですよね。ちょっとだから個人の力ではっていうところはあるんですけど、こういうその他人のあれも組み合わさってっていうのが、うん、応援したくなるキャラですもんね。うん、もう基本これどう考えても軍司は応援でしょう。うん、これはね応援されますね。うん、というわけで優勝予想は、まあ、音チュン、そして、まあ、調子が良ければサッシさんと、うん、そうですね、はい、なるほどなるほど、まとめるとそういうことです。そうですね、はい、そこにまあフジモンが絡んでくるかも、はい、まとめるとそういうところです。そういうところです。そういうところです。ありました、ありがとうございます。じゃあそれではじゃあ試合の方行きましょうか。はい、はい、まず第1試合目のカードなんですけども、こちら音チュン VS アニケンとなっておりますね。はい、こちらのカードの解説の方じゃあ小村さんよろしくお願いします。はい、はい、まあ、これはあのもちろん双子の兄弟ですから、はい、そうですね、確かに基本的には普通こう街中で見かけるチュンリー対ケンっていう図式だと、もう本当に圧倒的にキャラ差で言うとチュンリーの方が強いんですよね。はいはいはい、もう本当数字つけると 7-3 ぐらいのレベルなんですけども、はい、まあ、この2人はもう本当なんていうんですか、人読みを超えて何周も対戦してるような感じなんで、確かにもう人読みっていうレベルですら超えてますもんね。そうです、超えてる感じなんで、だからもうこれは正直どっちが勝ってもおかしくないですが、はい、基本キャラ差はやっぱり相当ある対戦ですね。チュンリーがもう7、ケンが3ぐらいの、そういう組み合わせです。なるほど。ちなみにこれちょっと番組始まる前に小村さんが結構自信満々に全組み合わせガチで当てられるみたいなことをおっしゃってたのでここも前回のね、それまあまあ、ガチ予想もお聞きしていこうかなと思うんですけど、はい、まずこの音チュン VS アニケンはじゃあガチ予想、今言ったことと真逆になるんですけど、はい、音チュンがスロースターターなんですよ。あ、なるほど。ですから序盤とアニケン狙いどころと、それも含めて、はい、1試合目ここで、はい、アニケンはもう最初からもう捨て身でガンガンいくと思うんで、はい、うん、まあアニケンに勝ってほしい
欲しい。じゃあ兄貴にかけますか。かけます。かけます。おお、行きましたね。最初はこれ結構難しいですよね。もうね、2人のこと割と知り尽くしてるんで、これ、はい、ありますよ。兄行くと。全然あると思います。これ兄さんが勝つと、うん、相当この人生が荒れて面白くなる感じがしますね。確かにこの辺もね、じゃあ知り尽くした桃田さんの予想は兄犬ということで、じゃあその辺も踏まえて、じゃあ、はい、試合を楽しんでいただけたらなと思います。うん、じゃあ試合の方早速行きましょうか。それでは、じゃあ試合お願いします。あ、どうも皆さん、あのおとちゅんです。UD さん、笑っちゃいますね。あの選ばれた8人の中のね、こう一人に選ばれてちょっと大変光栄なんですけど、ね、全員と戦えるということで楽しみにやってき、ま、来たんですけど、まあ、今日は、ね、いい試合見せてこの配信している皆さんにスト2の楽しさを知ってもらえたらと思います、うん、その第一戦相手がね、このもう実の兄のね、こう兄犬ということでちょっとだんだんこう内なるものが高まってきてるんで、うん、コスモ全開で頑張ってと思いますよろしくお願いします。コメントですね。セイントセイネット大好きなんですよ。あ、そうなんですね。大好きです。好きなキャラ気になりますね。アニケンです。今日はですね、最低7試合3勝先取りやれるということで、あの楽しみにしてまいりましたので、あのせめて養分にならんようにいい試合を見せたいなと思います。なるほど、よろしくお願いします。なるほど、なるほど。アトチュンさん、セイントセイヤの好きなキャラ気になるな。一応強キャラなんで、うん、ゴールドクロスをまとってるけども、はい、あのシルバーセイントみたいな言い方をするんですよ、はい、これがまたね、うん、ちょっとやらしい言い方です。そうそうそう、強キャラ使いだから多分旬とかにはいかないんですよ。これしかもさあ、もう早速始まりました。開幕は波動拳に足払い。ちょっと試合始まるんだ、これ。信じられないのか。ちょっと見過ぎでありましたが、このね、波動拳ギリギリ当てるのが激ムズいんですけど、もう生かした、これは頑張りました。さあ、昇竜拳空振りに大足入れている、めくってどうする？うわー、出すね、リバーサー昇竜拳。あ、これね、今のは結構パリンですよ。これはちょっと確かに音拳さんのスロースターパターンですね。そうですね。うわ、何このこのガード。これね、これはちょっとアニケンさんは開幕からエンジン全開感ありますよ。全然これはどうした。さあ、しかしやはり画面足はきつい。しかし相打ちに持ち込んだ兄剣、波動拳を打って、さあどうする。ゲージ溜まった、飛んでいく。あれ、ノーガードかっこいいな。まあ、逆に何もないですよね、ほぼ。一体大勝利だな。ガードした瞬間にガードになるんですよ。一度って削られるというか。はいはい、ああ、なるほどなるほど。ニュートラルなんで、ちょっと今多分仕込み勝利が漏れた形だと思いますが、うん、足払い戦で勝っているぞ、うん、さあ足払い当てていく。今の勝利ミスかな。まだゲージが溜まってないので勝負をつけたいが、ゲージ溜めた。うわー、足払いがつかる。さあ1ラウンド目、非常に1試合目非常に大事なポイント。うわー、踏んでしまった。これは踏んだ。これは素晴らしい昇竜拳を出していました。これ1試合で見る限り、うん、剣のきつすごさがちょっと伝わらないですよね。そうなんですよ、うん、ちょっとあの、その中足に大刺すとかを普通にやってたんで、うんはいはい、あれができないんですよ。なるほど。あのちょっと今奇跡に近いことを2回ぐらい連続でやってるんで、うん、ちょっと立ってみたいと思うんですよ。でもね、これ2人の対戦ってあれ普通なんですよ。あれぐらいできないと剣勝てないので。なるほど、燃焼させてますね。だから中足振ってる時は大足で差しに行って、弦出てくるところに勝利です。今の狙ってる。はいはいはい。さあ、ちょっとね、この辺飛び越した時に、はい、飛び越した側から投げれる確率がかなり高いです。そうなんですね。なんで今ちょっと前ジャンプで逃げたっていうような形になってます。へえ、うん。前歩きとかでやるとちょっと頑張れたりするんですけど、はい、ちょっと難しくて。で、投げ前の距離が広いんで、はいはい、今ちょ前ジャンプで。いったね、チキナショットみたいなですね。今の大勝利はちなみにさっき言ってた百熱ぐらい。そう、百熱の大勝利です、ね、あれ、ノーガードか大勝利の先端が当たるっていう、はい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 、ちょっとリスク大きいですけど、っていうことですね。やるしかないというやるしかないという。今年さっきの百熱ガサリ好きですね。おぉ、あれを狙ってるんですよね。だから中キックには大足で差し込もう、銀には勝利を当てて置き攻めいくっていう。あ、歩き勝利。さあ、アニケさん、確かに乗ってるぞ、仕込み書に渡っている。あ、ちょっと今回は仕込みを仕込まないっていう選択肢だったよね。そうですね、おさり方もそうでしょう。
さあ勝利当たる、どうだ、投げて画面足、おお待って、これ剣強くない、これね、これは行くね、剣強いんじゃない、そうですね、今音中さん乗ってる時ならちゃんと中足2回目出すと思うんですよね、そうです、これね投げる、投げるこれ多分行く、このまま行くと思う、これは、うん、そうですよね、まさに音中さんのスロースターターパターン、本当にスロースターターなの、そうそうそう、綺麗にスローで本当にスローターなんですよ、うん、でもね、ちょっと強気に言ってる方が空回りしてる感がある、そうですね、音中さんのスローを戻すために、そう、ちょっとバックジャンプしてゲージ貯めるか強気の行動どっちかなんですよ、はいはい、どっちかを取って戻そうとするんですよ、はい、それがうまくいくと本当あとはもう安定するんですよ、はいはい、歩き、ダイヤシスカったとこだが、あ、うちに持っていく、ダイヤシューズはあの波動機に足取れたんですよね、はいはいはい、ダウン取れる、さあゲージ溜まって、あともう相手、おお、今の飛びがちょっと、そうですね、うん、ちょっといつもの動きじゃないですよね、やっぱりちょっと強気に戻したいというところでしょう、うおマジで、これはちょっとよっ、これ今のまさに双子ゆえの、ゆえのあれですね、まあちょっとめくる失敗したが、差し返しの出して決まっている、勝利は透かしているが、どうだって踏み込み、大足、苦しい、投げる、3-0 投げる、いやだからね、スロースターターっていうことはこういうことで、はい、勝つとしたらこういう絵になるだろうなと思ってたんですよ、多分これ以外ないですよね、勝ちパターンは、3-2とかで勝つっていうのはあんまりなかったんで、はい、うん、いや当てましたね、当てましたね、はい、すごっ、当てちゃったマジか、いやー、いやーっていうかね、今のは単純に剣がすごいですね、うん、あれはちょっとなかなかできないというか、はい、普通はもっとこう波動拳でさえ打つのをためらうような戦いになるんですけど、なので、はい、あのさっき言った中足の隙間に波動拳打つみたいな神業波動拳を打ってさらに飛んでこないだろって相手を信頼して打ち続けるみたいなことをしないと、はいはい、そこでようやくなんか4、6ぐらいになるみたいな、はい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 、気持ちらしいんですよ、剣使いって、そこまでさせてようやく4、6みたいなあの打ち始めてみたいな、なるほど、そしてそこからもでも、はい、チュンリーがしのいでバックジャンプしてこうゲージ溜まっちゃうんで、ゲージ溜まったらもうフリーでみたいな感じになるんで、はいはいはい、そうですよね、本当やっぱり本来の動きできてる時の途中でしたら、途中でやっぱり戦列で抜けて勝ちで勝ててるラウンドもあったし、なかったかと、その百列、うん、結構百列も好きなんですよね。はいはい、百列好きなところをまた透かされて、大勝利もちょっと当たってなかったですけど、匂わしたんで、うん、今度はその止めを読まれて歩かれるんだってちょっと初めて言いました、ね。あれすごくないですか？うん、お前止めるよなって百列結構、ね、しかも結構伸ばしますよね、音中さん、ね。そうですね。そのまま打ってる時の方が多いんですけど、うん、結構伸ばすこと多いんで。はいはい。まさか即やめを読んで双子ゆえの前歩きは、うんうん、ちょっとびっくりして、さすがに超えてましたね、確か、いや、いい試合いきなり見せてもらいました、ね、ちょっとまあこれは本当あの、うん、この2人ならではの、うん、そうですね、ちょっと普通見るようなあのケン・チュンリーの試合じゃないような感じの対戦でしたけど、うん、まあまあすごいいい試合ですね、はい、わかりました、第1試合目はアニケンさんの勝利ということで、第2試合目いきたいと思います、はい、2試合目ですね、オゴー VS ユーベガとなってます、うん、こちらの解説を小村さんお願いします、これはですね、はい、どうですか吉尾さん、これはね、これはの下がった使いの私が、いやもうこれは基本的に、はい、まああのオゴー君が下がったを使った場合を想定すると、うん、ベガがだいぶ有利な試合です、これも7-3ぐらい、もうあえて点あるかないかなぐらい、で私も結構サガット使ってベガきちいわとかって思ってて、はいはいはい、これ6点後3点3点後6点ぐらいあるだろうと思ったら、王さんを4、6点で全然いけるべみたいな、あ、そうなんですか、何がきついって、はい、下タイガー打たなきゃいけないんですよ、下タイガーやられはってでかすぎて、はい、ベガの中キック大キックほぼ引っかかるんですよ、へえ、あ、サガットって基本的に下タイガー打ちたくないんですか、上タイガー中心で、その本当は下タイガー打ってまず削ってみたいなとこからスタートするのに、はい、そのヘッドプレスもあるし、はい、普通に中キック中キック大キックとかやられただけでそもそも打てないんですよ、逆なんですね、下タイガー打ちたいのにそれを打たせてくれない、打たせてくれない、で、そんなことやってるとゲージ溜まって、はいはい、そうゲージがね基本的に溜まるとちょっとあの今のゲームではありえないかもわかんないですけど、はい、画面端でサガットか下タイガーを打って、はい、それを完全に見てから2プレスの役目やっていうあのスーパーコンボ出すと前段するんですよ、え、はじはじね、はじはじ、そんなわけないやろ、そんなわけないやろ、いやいや、だからね、もう基本的にはそういうのもあって、全然ベガが有利な試合なんですけども、はい、
まあ、王軍のねベガ戦はかなりだから離れてもいけないし近づいてもいけない、うん、そう超このセンシティブな間合い調整でめっちゃ打てるんですよ、はいはい、であとダブル2のガードした後の攻防も悪くて、うん、そうですね、ベガの方が投げ前広くて、はい、なんかダブル2ガードしてるのに、はい、ベガが一方的に投げちゃうみたいな前があるんですよ、うん、いやそれはもう格ゲーとしてもう元日の象徴でしょ、そんな元日の象徴なんですよね。いやそれは勝てないでしょ、元日の象徴なんですけど、はい、なんかもう矢田さんのベガ戦見てると、うん、はい、なんか球打って勝ってるんですよね。へえ、なんかそのようやく球打ちに対して、うん、タッチをキック来たところになんか上たいか、うん、そこだけ上たいかとか、はいはい、両大会はもう本当打ったらしゃがんでためも作られちゃうし、うん、はいはい、前も調整されちゃうしで、うん、あんまり上もしたくないんですけど、はい、その歩いて手取りだけ上たいかみたいなことを、うん、そういうことするんですよ、うん、なるほど。まあでもその解説を聞いて、まああれですね、浜田さんのガチ予想いらないですね、これはもうゆうべが勝利とこれはね、どうですか、いやこれはね、はい、どうですか、おご勝利で、えマジで聞いてました今の解説ねえ、いやきついんですよこれ、いや きついんですけどね、はい、だからね、あの普段の対戦見てるんで、はい、あのねよくあの小郷君の話で、うん、あの自分が飛んだ時だけ打ってなくてアッパーカットされるみたいな話あるじゃないですか、はいはい、あれに近いようなことがあって、うん、ベガが突っ込んできた時だけサガットが上垂直ジャンプをしてる、へ、ほんでそこに中キックからしゃがみ中キック一番でっかいの当ててピオラして勝つみたいな試合をね、はい、ベガ戦とホンダ戦はすごい上手なんですよ、へ、そういうところもあるし、はい、やっぱりあの上の対処も結構うまいし、はい、打ち方もうまいんで、はい、結構ゆうべががそれだけサガット戦やってるとも思えないんで、ね、はい、普段だからそういうのも踏まえて3先やったら王国あるかなと、本当これ大胆予想すぎますよね、うん、ただねこれね私も、はい、え王国さんなんですよ、え嘘だ、聞いてました解説、いや私いやそうだね私自身言ってました私自身サガット使って目が眼鏡なんですよ、はい、眼鏡なんですけど、はい、目の前で王国さんがサガット使って目が超勝つんですよ、なんかしない、もうなんかしないとっていうレベルで勝つんですよ、なんかいやこれじゃあ相当王国さんすごいことしてくるってことですよね、そうなんですよ、そうですね、尋常じゃないです、伝わるかどうかだけで画面を通して、いやこれ見たい、本人も出ちゃうんですよね、俺のベガ戦仕上がってるべとか言ってました、ね、そうなんですね、大体それ言うときは負けること多いんですよ、ね、それベガ戦だけは本当にきっちり勝つことが多いんで、へえ、いやじゃあもうこれいやどうかな、でもまあまあでももう言いましたからね、ゆうべさんはあの大会で普通の人、うん、あのちょっと大会プレッシャーある人いるじゃないですか、ゆうべがさんって大会でパワーアップする人なんですよ、あこれ結構珍しいタイプで、はいはい、カイブさんあの僕の人分かってくれて言うんですけど、結構僕の中で大会時に何かしながらパワーアップする人3人っていうのがいて、はいはい、ゆうべが2とおじさんボーイなんですよ、はい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 で、カイブさん分かるでしょ、いい3人ですね、これですごいです、いやそうっすね、大会中の方がパワーアップするって、いやマジだ、このこうあそういうタイプなんですよ、なるほどそこに入るんですね、えじゃあゆうべがおかしくないですか、なんか矛盾してますよね、この解説っていうか、そうだ、だからでそれで、ね、それで、ね、そのゆうべがさんにきつい組み合わせで王子さんが勝つと、だからその王子さんもちょっと信じられないプレーなんですよね、だから、はい、見てマジで、そうですね、 X は得てしてそういうこと多いですよ、へありますあります、普通にこれもう全然分かんなくなってきた、驚きすぎてもう3月ですもん僕全然分かんない結果、王子さんちょっとね信じられないですよ、ほんと、へぇ、なるほど、分かりました、じゃあガチ予想、これまさかの小郷さん予想ということで、はい、じゃあ試合見ましょうか、はい、はい、それでは予想で試合の方お願いします、はい、お願いします、これやべえなこれ、そうですまあ、あそうややだねやです、まあ今日選ばれた8人の中に8人の中に 選んでもらって、ちょっと、まあ、公演の行ったり来たりでで、第一戦がまあいつもまあ対戦してるゆうべがさん、すごい楽しみです。おはようございます。まあ話の意味はよくわからない。すごい自信だみたいな。ちょっと前回ちょっとあのね、ちょっと2位で終わったんで、今日はあの優勝できて頑張ります。どうも。ゆうべさん逆に結構ねコメント控えめなんですよね、意外と、ただなんかもう大会ではずうずいさんなんかあったんで、そうなんですけど、変身する感じ、まあ大体こう内心ではっていうふうに思ってるタイプですよね、
ただね、結構発言大きいですよね。俺、ややに勝てへんもんみたいなこと言ったりするんですよ。はいはいはい。言うんですけど、今回は本当に人が違ったのが嬉しいね。強くて出てて、そういう感じですよね。さあ、この投げはもう、向こうの方が投げ前広いんで、アッパーカー打つしかないんですよね。そう。この、突っ込んで結局、出たいようなんですよ。なるほど、なるほど。なぜか。で、ダブルにガードしたくないんで、あのタッチキックとか出すしかないんですよね。そう。あれに刺さるとも、きついっていう。さあ、この場合は、やることが下がったことはあんまりないので、上をちょっと打ってごまかしかない。3が、ゲージが溜まった。ゲージが溜まったが、アパーカー打つ。さあ、1回目は投げて。あ、今の、自分でしょ。うわ、このバックジャンプ。画面勝ちが近いので、もう、うお、持続投げ。ただ、上がキックが当たっている。うわ、下前が打つ。うん。いやで、まあ、今は、地味に駒田さんがドヤみたいな顔を僕の方にしましたよ。突っ込んできたところに飛んでたでしょ。あの辺がね、やっぱ上手いんですよ。その普通に球落ちが上手いところじゃなくて、あれよ、今言ったでしょ、はいはいはい、あれね、よくやるんですよ。これは嗅覚です。勝ったけど。そうなんですよ。基本的に本田とかベガが突っ込んできて空中に下がったとか、ああいう方にいると、まあ、一発ピオリっていうのがある。まあ、普段は狙えないのに、こう狙えるんですよね。そうですね。ベガに関してはコンボを2にすることによってピオリアスが入りやすいから、ね、そうですね、あのアパカリが入りやすいんですよ、ベガに関しては、そう、今のもだから打たないと仕方ない、打たもう打たかなくなっちゃうんで、ダブにガードした時点でゲロキツなんですよ、ね、逆に前ジャンプ、なるほど、そういう手がありましたね。あとちょっとコンボを見つけてしまいましたが、さあ非常に下でよね、返していったぞ、スカッシュジャンプ、いや、ちょっと上手すぎるな、ちょっと今のは、今のは上手い、いつもの夕べらさんなら対空投げ手には出してるところですけどね、うん、これはなんかちょっと夕べらの動きもちょっと硬いですね、うん、まだちょっと硬いですね、うん、今回は苦手で下段選択、しかしここはガードしてました。さあここは中サイコでしたかね、うん、中サイコでしまったところ、そうそう、下タイガーを最後抜けるんですよ。ああ、はい、だからあんま打てないんですけど、打ちまくってるんですよ。めっちゃ打ってますよね。あんま打てないですけど、打ちまくってるんですよね。さあ、もうこれはちょっと万事休止的なところでした。そうですね、最後で。こうなるってどうしようないですね。大事ですよね。大事ですね。ここはもう連鎖。このバックシャンプーちょっと怖いですね。ダブルミニをもう隙間を、さっきのピョリコンもある。ザコのタイガーとか上手いですよね。うわこれも、さあ見てからバックジャンプ、なんか詰ましてないさあ投げて、おっと今度は様子見を読んでましたかね、うん、中足暴れていきました、投げる、うん、さあそして上タイガーが飛んできた時だけ、上タイガー、ああバカで対空、さあタッチ中キックを振って、どうだ、これはジャブジャブ引っかけた、さあ拾っていきましたね、残り裏回りは投げ返しを見せる、今ねちょっと指が迷いましたね、あそこでナイトミア使うか使わないか、はいはいはい、追撃するかしないかで悩んで、あれ、まあ結果論なんであれですけど、ちょっと悩むぐらいだったら使わない方が良かったかも、置いてみて使った方がっていうことですね、さあ今回もスカッシュ式だというあまり疎通にはない駆け引きを決めていきます。そうですね、そうですね、投げが強いんで、あんまりスカッシュ式が横じゃないですよね、投げが0くらいなってるんで、はい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 、投げまですぐ負けちゃうんで、あんまりスカッシュ式が横じゃないんですけど、さあしかしどうだ、このベガが動いた瞬間だけ、おっとこれは漏れてしまったか、漏れたね、地中キックで差し返して、ヒゲさあ、ワイジャンプを決めて投げる夢がバックジャンプ、おいおい動いた時だけ動いてますね、そうなんですよ、動いた時だけ上おるでしょ、これね、よくやるんですよ、ゆうべさんもこれ先に動いちゃうと対応されるって知っちゃってるんで、そうなんですね、重たいなんですよね、バックジャンプチューバー、ここは来るの読んでました、ジャップジャッケットも使ってダイルにも止めるのを兼ねてといったところ、さ
あしかし対空はよく見ている、素晴らしい反応、しかしちょっとめくりの重ねが遅かったので2位で逃げたというところでした。そうですね。さあしかしここは優勝を取ってレガーが取っております。さあ相手に持ち込んだ、ここをまず下タイガーを打ちまくっているぞ。なかなかスパイクを打てない。そして裏に回ってね、空中落としたら万全なんですよ、はいはい、着地の隙があんまりないので、空中で落として、さあバカー、ちょっと落としている、投げ返しているが、この子ね、ちょっと振り向きがなんか強いというのがあってやってますが、どうだ、うわあ最後かなりぐちゃったね。ぐちゃありましたね。かなりぐちゃったけど、3-0? 3-0ですね。おぉ、すごいな。これちょっともう小物寄せやめますか。いやそうやると 3-0 になっちゃうでしょ、これ。いや、これ…いやいや、今のはね、ちょっとね、なんかすごいね。すごいですね。なんか今のは…これ多分見た人、見た人なんか佐賀と言うぐらいあるような。そうですね、1試合目もそうやけど、ちょっと余計なこと言わずに見た方がいいかもわかんない。いや、これマジ、本当に佐賀と使ってベタさんやってほしいんですけど、はい、ゲロきついっす。ゲロきついですよ、本当にゲロきついですよ。あの1試合目の県大チュンリーもゲロきついです。本当にゲロきついですよ。今のところちょっとわからないですよね。わかんないですよ、はい、ちょっと伝わんないのがむしろ、なんか何やってんのお前みたいな感じですよね。そうです。これきついからこそ、そのきつい側の人たちがこうやり込みで、そうなんですよ、覆しすぎでしょ。ね、いや、そうなんですよ。あのね、それでこういう絵になるっていうのが、このゲームが長く人気のあるところなんですよ、ね、うん。いやこれね、いいんですけど、ダメですよ。いや、そうなんですよね。言い訳できませんよ、これ今の世代の人たち。他に、キャラサちょっとやそっとの。キャベツさんとかね、うん、はい、他系やってると、うん、どっちかというとキャラサが正義っていうような、うん、まあ、世界観でやってるんで。はいはい、そうなんですよ。だって逆に、ね、例えばなんかサードで、はい、加瀬さんって方が、うん、元気さんってアレックス界に、うん、固くするんですよ、アレックス界なのに、うん、元気さんって方が、うん、したら、うん、お前そんな罪作るなよみたいな若者が勘違いするだろみたいなこと言ってそうなんですよ、うん、いや、キャラさで言い訳できねえじゃん。まあで、それでもやっぱりね、強い人はやっぱり勝っちゃうんで、逆に、ね、そういう人もいるんで、ね、なんかね、X の若手って、はい、なんか弱キャラ始めるんですよね、うん、なんか残儀とか、うん、なんか剣とか始めて、はいはい、X って面白いですよねとかっつって言うんですけど、はい、うん、ちょっとね、さすがに勝つのが厳しいんですよね。そうでしょ、やっぱ1年や2年でそうやってね、簡単にね、こんな 7-3 だって言ってんのに。ブランカモンあれですよ、僕使い出した理由が誰もいなかったからです、はい、え、1人もやってなかったからな、うん、使い出して、はい、今結構大会でかなり使ってる人数が多いキャラなんです。罪深い人なんですね、じゃあ。結構。で、高速の英語君とか、はい、赤村とか、うん、中村さんはかなり、その、駒田の次世代として頑張ったらいいんですけど、はい、その次の世代が、じゃあそこまで勝ってるかっていうと、はい、ブランカ面白く使っているんですけど、まあ、そこまでじゃないですよね。そうですね。でそっか、結構だから、ちょっと若手には罪作ってます。なるほど。正直。若手の皆さん、あと10年頑張れ。いや、みんな楽しければいい。楽しければいいか。そうですね。10年、20年続いてるゲームですからね。そうです、そうです。この先もね、10年、20年やって、そのね、噂、ね、みたいに覆せるようになれと。そうです。はい。すごいゲームですね。すごいゲームですね。うん、いいゲームです。いいゲームです。予算を伝えてください。はい、なるほど、わかりました。続きまして、第3試合に移りたいところなんですが、ここで、告知があるそうなので、告知の方行きたいと思います。まずですね、これですね、8月17日木曜21時からオールバトル定期放送、毎月第1、第3、木曜と、これ第1、第3って決まってるんですね。うん、知らなかったな。ハイタニ、カズノコ、ユカドンで定期放送と。我々も何回か出てるはずですよね。はい、第1、第3ってのはちょっと知らなかったですね。はい、じゃあ17日にやると。これ内容は決まってるんですか、まだ特別決まってないと。はい、というわけで、じゃあ17日定期放送ありますのでよろしくお願いします。そして8月19日土曜、X リーグのね、この2日目となっております。はい、いや、楽しみですね。はい、こちらは実況、当然、吉尾さんで、解説の方に2回転さんに来ていただくということになってますね。はい、まあ、これ自分で言うのなんですけど、はい、まあ、この2人なら納得してもらえるだろうというような、うん、あの人生のものですけど、2回転さんといえばもう、はい、あの X 界の神様です。そうですね、うん。もう彼の貢献度がやっぱり恐ろしく、今でも X がやってるっていうことに関しては、
彼の貢献度が一番。そうなんですよ、その話ちょっと小耳に挟んですけど、すごいですよね。そうです、X のだってランバトでしたっけ、ランバト、あと東西線をやってて、はい、もう300回とかやってるんで、はいはいはい、で毎回何十人も来てくれる。そうですね、いつも30、40人とか。へえ、火曜日ですよ。いや、ありえないでしょ。始まった頃ちなみに、うん、僕とこ言ってましたけど10何人とかでしたからね、はい、へえ、うん、それが今はもう毎週30人40人とかで、ちょっとなんか大会前とかイベントの時はもう60、はい、80、で終電までに終わらないっていう。それ逆に困りますね。逆に困っちゃう。逆に困ります。嬉しい悲鳴とはまさにこのことですね。へえ、すごいですね。はい、というわけで、そして8月24日木曜日ビッグマッチ3ということで、こちらカードの方も紹介して大丈夫ですか。はい、カードがですね、4代目 VS 川俣さん、はい、して黒人 VS フロさん、はい、してガチ君 VS ベロレンさんと、これ結構ねすごいですね。すごいっすよ。はい、黒人がちょっとビッグ感ないんですけど大丈夫言っちゃって大丈夫です。黒人さんはちょっと言っといて大丈夫です。はい、その方が言うてダットリ使いで、はい、トップ3なわけですね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、ぶっちゃけまあビッグなんですけどサード界においてはビッグなんですよ。サードは本当強いですからね、黒人さん強いですよね、はい、めちゃくちゃ強いですよね、うん、してベロレンさんが来てるっていうのがね、これすごいですよ。これすごいですよね。これマジすごい。なんかよく呼ぶ棚みたいなのありますよね、うん、これ本当ビッグだな、うん、これあれですか、柏木さんがベロレンさんと寝た形。やめとけ、すぐ枕営業しましょうね。すぐ枕営業しますけど、お前が一番怪しい。僕ね、抱かれてますから、ぶっちゃけ。ただあの、うん、普通に UD でアイドル出てる放送もあるんでね、うん、あんまり言いまくるとちょっとちょっと自重します、はい、そこは。で4代目 VS 川俣なんですけど、はいはい、これはですね、あの、うん、まず川俣君っていうのが、うん、はい、あのスト2回1、2を争う教科書流なんですよ、うん、へえ、うん、教科書流なのにトップレベルなんですよ、はい、でこれなかなか、はいはい、あの実はスト2業界において珍しくて、うん、なんだかんだスト2ってやっぱ読みの部分も強いんで、はい、最初教科書でいきつつ、うん、最後はその読みで爆破しないといけないみたいな感じで、逆に読みから読みで強くなった人がサソリ組みたいな人なんですよ。はい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 、あ、そうなんですね。サシシとかサソリ読みかな、最初やっぱ、まあ、最初読みかな、いや、サソリの最初、はい、あの読み好きすぎて、はいはい、ちょっと基本無視したんですよね、かなり、うん、へぇ、ね、飛ばしてたんですね。そうなんですよ、で飛ばしてたん で、はい、で今だから仲いいからぶっちゃけ言いますけど、はい、まさかこんなに強くなるなんて感じだったんですよ。だいたい読みばっかりいっちゃう人って、うん、どうしても当たぶちになっちゃうじゃないですか。なるほど、うん、じゃあぶっちゃけるとサソリこんなやつ強くなんねえよ。いや、そこまで言ってないです。絶対強くなんだよ、こんなやつって。そこまで言ってないですけど、あれだとちょっとなみたいな感じはあったんですよ、はいはい、うーん、なるほどなるほど、はい、で逆に川俣君っていうのは、うん、その教科書すぎて、はい、ちょっと読みが逆になかった人なんで、はい、ちょっと逆にそれはそれで、うん、ちょっと読みの部分強くしないといけないんじゃないのかなみたいなところを、小野さんも言ってましたかね。まあ、スケール好きはそこなんですよね。うん、僕らからすると川俣君の場合は、はいはい、っていうプレイヤーなんですけど、はい、なんか、うん、その教科書をずっと厚くしてったら、はい、今や誰もそれに到達できない領域になっちゃって、ページ数多すぎるから、ね、ページ数多すぎるっていう綺麗ですね、動きが、はい、止まらない、マジで止まらないですよ、うん、波動と足払いだけで、はい、もう全キャラ完封みたいな。いやー、むずい。もう絶対無理、そんなので、はい、さらに、うん、あのさっき出てきたそのサシと一緒で、はい、その八重さんの弟子なんですよ、うん、そうなんですよ。弟子多くない？弟子多いんですよ。あの景品トーク戦って基本的に八重さんの領地なんですよ。はいはい、シミュレーションゲームとかで、うん、あの領地変わると赤くなって色変わってて、関東の南の方は八重、はい、八重色なんですよ。景品トーク戦は八重の色なんです。じゃあ弟子結構いるってことですか？弟子結構いるんですよね。あの他に平君とか、はいはい、あの辺が八重さんの弟子なんですよ。へまあ言ってしまえば僕も弟子ですからね。そうですね、はい、もうやさんちょっと埼玉ですけど、ね、埼玉だね、うん、はい、景品トーク戦じゃねえからな、景品トーク戦があれば弟子なんですけど、うん、それでその、うん、でサガット戦を超やってるんですよ、はい、はいはいはい、川俣君で、実はサガット戦がうまい理由使いってあんまりいないんですよ、うん、そうですね、だ実はサガット、うん、それがいない中、うん、でかでこの4代目っていうのはチューブの人間なんですよ、はいはいはい、で4代目の竜って、はい、あのあチューブの竜って、はい、そこであの特定の組み合わせはめちゃくちゃにうまいんですよ。めちゃくちゃにうまいんですけど、はい、なんかあんまりサガット竜はやってないらしくて、うん、その思うように竜サガットができないんですみたいな4代目君 の、はい、あのあれがあったんですよね。そしたら川俣君があまりにもサガットがうまいから、はい、4代目が川俣君大好きになりすぎて、うん、俺
よあの1回目最初、はい、あのサソリ君とサッシと小高と俺と川田君で遠征行ったんですよ、はい、でちょっと川田君用があるから車で待ってたんですよ、はい、で車でちょっと用済ましたから行くって言って、はい、4人でそのチームの遠征入ったんですよ、はい、したら4代目が開幕、はい、あれ川田君はとか言って好きすぎて、はいはい、で次遠征行った時は川田君いなかったんですよ、はい、いなかったのにかかわらず、うん、今日川田さんいないですかとか言って小高が一人で行った時も4代目に会ったら、はいはい、今日川田君いないですかとか言ってこれじゃあ川端大好きっ子なんですよ、うん、じゃあこれ4代目さんをオファーした時に4代目さんがじゃあ川端さんでって言った可能性があるってことですね。あ、そうそう、可能性ないです、うん、なるほどなるほど。いやこれね、うん、あのすごいね吉尾さんも熱くなって語ってもらって嬉しいんですけど、うん、これ告知なんで、ごめんなさいだいぶね告知告知ごめん、やるね今これから試合が始まる、ごめんちょっと今僕もね、うん、やべって思っちゃいました申し訳ない俺も今日ちょっと今聞いててあれ今何やってる時間だって申し訳ない俺もなんかね今さ僕もねあのサガットかなり使ってるんで、はい、すごい肩入れしてるんですよ。呼んで、なるほど、ね、川端君僕大好きなんであのそうやすいません、まあ、いずれにしても、はい、あの面白い試合になるの間違いないはい、そういうところで、あの、で今扱っちゃいました。申し訳ないです。ありました。ありがとうございます。はい、まあ、以上告知でちょっと言っちゃっていいですかね。申し訳ない。はい。じゃあ3試合目の方いいですか。行きますわ。はい。はい。これで3試合目。脱走障害人や。3試合目。小高君です。富士本となってますけれども、こちらどうですかね。はい。こちらの方3試合の途中から。会員限定の方に切り替えさせていただきますので、よければそっちの方入会していただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ解説の方をお聞きしていきたいと思います。はい、これはまああの、はい、吉尾さんがガイル使いなので、そうですね、はい、ようやく本領発揮するところですけどもこれね、はい、素晴らしい組み合わせなんですよ。ガイル DJ というのは、はいはい、限りなくゴムに近い、うん、え、そうなんですかと、はい、言ってもいいです。ただ私個人的にはちょびっとだけガイルです、ね。まあそうですね。なるほどなるほど。私個人のあれとしてはちょびっとだけガイル。はいはい。ただもうチーム勢はゴブっていうかもう DJ でしょぐらいと言ってるんで、そこはその関東ガイル軍団としてはちょっと待ったをかけたいというところですね。まあ単純にで球の性能がやっぱり若干球の打ち合いになると思うんですよ。基本的にもう画面端っこずつからこう球を打ち合ってるみたいな。はい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 、でそのどっかでこう仕掛けていこうっていうそういう絵になるんですけど、うん、この試合は、まあ、ザ・タマキャラみたいな感じってことですね。基本的にはソニックブームの方があのエアスラッシャーより性能がいいんで、うん、はいはいはい、回転率が上がるとソニックの方が早く出るんで、まあ、それで優位、あ、回転率はあれなんですよ、実はため時間が1秒しか変わらないんで。ああ、そうなの、はい、ただあの飛び道具の硬直自体はエアさんの方がでかいんですよ、うん、だから飛びが入る可能性はガイルの方が高いんですよ、はい、ただ落とされたらガイル即死するんですよ。へー、即死する、即死する、あのガイル DJ 使いのキャベツさんに先説明してDJ はもうとにかくえいえいってこかしてめくってこかしたらめくりが本気で見えないんですよ、特にガイルは、うん、え、ちょっと待ってください、ガイルってサマーソルトキック持ってますよね、うん、めくりにはね対応できないんですよ。めくりは対応せず、対応せずなんですよ。で、あのサマーで逃げるともう一回スライディング、はい、追ってきてスライディングされてまためくられるんですよ、はい、うん、待って、それなんでガイル有利になるんですか。だからその立ち回りだけですなるほど、そうなんですよ、あの立ち回りが有利な分はそあの DJ 側はその1回こかしたところで分をなんとか持ってくる。そうですね、うん、あのでこれあのそうなんですよ、キャベツさんがおっしゃる通り、はいはい、一つ以外のゲームって、はい、やっぱキャラさを語るときに軽く後ろに重視するんですよね、はい、でこれでストツー勢はあんまりキャラその軽く、ね、見ないんですよ、はい、当たらないです。で、あ、そう、そこに行けないってことですか。だから私は特にこうやってその多芸勢が交わるときはこういう言い方をしてます、はい、うん、なるほど、だから僕も DJ を選んだんですよ。そうです、ここから終わりだから、そうそうそう、火力で勝負決めようかなと思って。あともう一つはね、はい、DJ はあの近距離技がすごい強いんですよ、はいはいはい、でただ一つ弱点があって、はい、全部リーチが短いんです。スライディングはまあスライディングだけども、はい、それ以外の中パンチだとか大パンチだとか中キックとか、はい、全部リーチが短いんですけど、ガイルにはそのいわゆる後ろを入れたり前入れたりソバットがあったり、うん、しゃがみ中キックがあるんで、はい、あのリーチが長いっていう点も若干ガイルに優位に働いてるのかなっていうのはありますよね、はいはいはい、なるほど。開幕はちょっと面白くて、はい、開幕はお互い打って、うん、もうそれで終わるっていうパターンが多いように見えるんですけど、はいはい、実は DJ 側が一歩歩いてスライディングを打つと、うん、ソニックに当たるんですよ、はい、しかも一歩がするんですよ、はいはいはい、
でそれも、まあ、それは例えば、うん、あのでそれはガイル側としてはちょい下がって、うん、はい、スライディングを透かして台足入れるっていうのが、うん、まあ、最大なんですよね、はい、だそれやっちゃうと今度エアスラで打たれちゃって、うん、最初一度と削られるんですよ、はい、でこの削りを取り返すのには、うん、ガイルがジャンプしちゃいけないんですよ。いや、そんなわけないでしょ。あのね、極論で言うと本当にその、はい、そういう試合なんですよ。マジっすか。マジです、マジです。でジャンプは本当にガイルの方が長くて、うん、でエアソンスキル長いから、はい、ジャンプが刺さるタイミングってのは試合中にいっぱいあるんですけど、うんうん、いっぱいあるんだけど、うん、最大のリスクがあるんですよ。ほう、あのジャックで押されたらめくりが見えなくて即死なんですよ、はい、だから このね、はい、ジャンプいつするのかみたいなところと、はいはい、あとそのためにそもそも差があったら削りが今度弱ってきたりとかで、試合は長引くんですけど、試合が長引くんだけど、その行動を取った時の瞬間が超大事なんですよ。これね、DJ ユイですよ。DJ 勝ちます。これね、画面端にガイルが追い込まれると一気に DJ ユイですけどね。だから僕あの小野さんに申し訳ないですけど、僕タゲーゼに説明するときはあのガイルブランカとかガイルベガはあのガイル不利だったんです。タゲーゼに映像を見せると、タゲーゼに、じゃあ僕だけに解説をすると、もう DJ 勝つよと。あ、それはね、はい、あのそういうパターンもあります、ね。うん、なるほど、パターンもある。パターンもある。使い分けてる解説なんですね。俺はやっぱり一つのガイル使いとしては、はい、いやこれはガイル有利なんだと。うん、まあ言いたい、うん、言いたいですよね。そうですよね。そこはそうですよね。なるほどなるほど。じゃあそれを踏まえて、そうなんです。ガチ予想いきます？ガチ予想どうですか？僕はあのね、やっぱそのチームメイトのあれもあるんで、小高行ってほしいですね。まあ、僕も一応あの、ね、ナイキからスポンサードを受けたっていうことで、とりあえず小高で。はい、え、それでいいですか？ガチ予想ですけど。いやもう最初からもう決めてるんで。はい、あ、そうなんですね。ガチ予想。はい、わかりました。じゃあここで小高さんが 3-0 で勝つようなことがあれば、もうちょっとガチ予想がちょっと番組成立しないんで、そんな場合はやめましょうもん。これ多分ね、3-0 でも相当時間のかかる試合なんで。あ、そうなんですか。球の打ち合いが長いんで。へえ。なるほどなるほど、分かりました。じゃあ試合の方行きましょうか。はい、はい、それでは試合お願いします。お願いします。はい、書店です。小高か書店です。小高ですわ。なんかなんかね、ちょっと引いちゃって書店ですか。まあ、そのまま優勝しちゃったんですけど、まあその、延長をしたいと思います。まあ初戦はまあ、DJ という形で、まあコーツのコーツ付け替えカードのまあ、コーツを見せたいと思います。あ、フジモンです。あ、今回、まあ、8人の中に選ばさせてもらってすごい光栄です。ありがとうございます。でも多分今回20代って僕だけだと思うんで、まあ、多分卒業歴も多分一番浅いと思うんですけど、あ、まあ、DJ というキャラを、ね、まあ、見せたらいいかなと思ってます。で、まあ1回戦はあの小高少年さんなんで、まあ、DJ ガイル熱いからだと思うんで、あの頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まあ、コーツつけたいというのはですね、あの、うん、小高があの敬愛してやまないあの新髄さんって方がいるんですよ。はいはいはい。で彼がガイル DJ はどうだと小高が聞いたら、貯めた後にコーツつけがたいって言ったのが、はい、ありました。なるほど。それでコーツつけた。じゃあそのコーツをじゃあ見せてもらいましょう。これです。開幕、やっぱりそのスライディングが怖くて直視するから、はい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 、下がらざるを得なくて下がったら安上がりします。そうすると、はいはい、あの削り。あの削り。そうです。お、ただ、フジモンは打ち合うよりも画面端を重視ですね。画面端を重視です。だから削り、ちょっと打ち負けるんだけど、はい、画面端行くと DJ、はい、超いいんですよ。へなので、はい、今画面端に行きつつ、小高が押し返してる。じわじわスライディングしてますね。フジモンはどっちかっていうとこう画面端に追い込んで前に来てっていうタイプなんで、ですね、よく我慢した。あれは中足遅れてもガンできるパターンが多い。そうですね。今のは投げを狙いに行きましたかね。どうだろう。ちょっと過ぎたかね、狙いに行くのは。ただあの歩き投げはかなりいいですね、うん、あのこの3先なんで、そうですね、非常に意識づけに最初に見せておく。これあるんですよ。はいはいはい。置き中裏に対して置き中裏で止めるっていうパターン。いやーしかしこの投げ返しは痛いですね。そうですね、投げ返しを逆にしたのはかなり、これ陣地だいぶ取り直したんで。おっとちょっとソニックミスってるか。お、投げる。 DJ が歩きながらした時はためらないのでソニック投げは有効です。さあめくりが特殊、だからああいう感じになるっていうことですね。今中キック遅らせたんでめくりになったんですよ。であれ早出しすると思うじゃないですか。絶対裏には行くんですか。一応裏には行きます。それガードじゃない
ないですか。まあ、うわ、歩きだけ02の桜よりマシでしょ。さあ、ちょっと写真前歩きが鋭い。どうだ、2択で下段を選択。中学生に台座刺さっている。サマーを出す。さあ、これは強気にいった。藤本も強気にジャンプしたが、サミット押し返す。さあ、飛ぶ。うわ、これは、ここで飛ぶのは、うわ、飛ぶ。2回飛んだ。うわ、飛ぶ。うわ、焦点取ったよ。これはね、あの神髄の教えにちょっと逆らってでも、はい、そうそうそう、ちょっと今の無敵飛びですね、無敵飛びですね、無敵飛び、無敵飛び、無敵ガエルがああいう飛びをやるっていう。なるほどなるほど。神髄さんの教えでは、はいはい、あのガエルが DJ に前ジャンプする回数は1ラウンド1回かなんですよ、うん、へぇー、 0.7 回って言われてる。はいはい。今藤本のあのしゃがみ中キックをしゃがみ中キックでこう切るっていうのは上手ですよね。だからさっきのやっぱ歩きを意識させるんですよね。うん、待ち方うまいですね。そうですね。一時期横浜ではガイルディーチ大流行りして、なんか永久に全員でガイルディーチやってる試合があったんですよ。その時代にだいぶ汚れて、サッシュとかもディーチとかガイルディーチずっとやってたんですよ。さあ、今回は下段を選択、うん、も中足ねじ込んだ。どうだ、中足刺さる。うわ、今のは相模大パンチがですね、タマプラっていうソニックを誘い込んで、うん、そうですね、はい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 、ソニックがたまった瞬間に大パンチでソニックに思わせるっていう感じ。引っかかって飛んだという形でしょうか。さあ、画面端、今回はリード社長たる画面端なので、かなり DJ より進むと。そうですね、ここだともう歩いて、ソニック歩いてスライディングトイなんですよ。はいはいはい。なので今でも我慢したね。今の一番いい回ですね、ライブ。さあ、もうおっと、空対空した。いやー、マジか。後ろそば、それ、しかし、もうあれじゃ取れない。どうだ、ガード、我慢している。うわー、じゃあ、つーか、小高さ、守り上手くね。うん、いや、これね、上手いですね。すごい我慢強かった。今の飛びは、多分我慢してから飛びだったよね。そうですね、よかったです。あれは良かったですね、神髄飛びですね、あれは。いや、あと皆さん、お気づきですが、これ 2-0 ですよ。2-0 ですね。あそこのあの近距離でエアスラ打つっていうのはあえてなんですよ、その、うん、歩きに対して中足に対して中足みたいな地上戦を匂わすっていうのが大エアスラが全勝するんで、もう匂わせたぞっていうところでマイジャンプだったんで、なるほど、もう完全にできたからね、我慢の意味が。この藤本の動きも全然悪くないんですね。へぇ、小高がうまいですね、これは。さあ、しかしさっきはね、ここから勝ちましたからね、そうなんですね、しかしもう、藤本も今度はそうですね、無理をする必要がない。さらにあの中キックが多いっていうボール見るやりながら、しゃがみ中盤で飛んでいってました。藤本1本取ってね、取りましたね。さあ、ちょっとね、藤本さっきちょっと焦ってましたかね、リードしてからちょっと焦ってたんで、今回はそんなに焦らずにというところです。さあ、中部の使い手は割とソニックに前ジャンプをするというのを攻略に加えてきます。DJ のジャンプだけ来る下がってですね、はいはい、結構威力が強いんですね。で、アッパーを相打ちして着地ソニックまで見て採算が取れるかどうかっていうことを考えるとね、なるほど。さあ、得意の投げが来た。しかしリードしているのはフジモンだ。あと一発もう相打ちもできないぞ。どうだ、おお、いいスライディング。無理やり行ったけどちょっと強引やったね。今中足3回だったら逆に負けてました。2回でスライディングがよく打ちましたね。まあ、ちょっとやっぱり藤井の打ち合いよりもあの前が好きですね。そうですね、どちらかというとこう打ち合ってじっくり行こうじゃなくて、もうとにかく先に端に追い込んで倒しきってしまえみたいな、はい、結構藤井はその他にね、チームは超強いって伊藤 DJ って言うんですけど、はい、伊藤 DJ はね、結構打ち合いも辞さないんですよね。へぇ、まあ、こういう大胆さもありつつも、はい、打ち合い辞さないんですけど、はい、結構藤井君は割とこの周りを重視するんですよね。さあ、どうだ、小高も、おっと、前ジャンプを決める。これは先ほどのやはり下がって大エアスラが地上戦全勝するかり荒くなっちゃうんですよね。はいはいはい。結構狙いは絞れてますね。色は無敵カラーに変えて無敵ジャンプをしようというところでしょうか。しかしこれは死ぬぞ、ガオした。しかし画面端よくぞ一発で判断して変えている。さあ、小高も割と中足は中盤からでも中足をやめずに
っていうところですね。わあ、しかし飛びすぎたな。フジモンがちょっと今日の小鷹を見極め始めると、そう危ないね、今度は読み合いになると火力の差で明らかに DJ 有利なので、うん、さあどうなるか、噛み合ってきたぞ、終わりました。あ、なるほど。あ、結構ね、チューブ DJ は、今のは、まあ、お気づめでしたけど、うん、立ち回りでめくるのうまいですよね。へー、うん、ただ、基本的には画面端持ってくるのがスタイルなので、はいはい、まあ、あんまりこの姿は見えない。基本、そのじっくりというよりは最短で立ち回りが多いんですね、うん、さあ、2位になりました。あ、どうなるこれ。さあ、しかし、真髄派としては DJ に負けるのは許されない、うんうん、それが横浜勢。さあ、どうだ、カッコ、サマー持ってくる。あのスライディングは結構捨ててるのね。あの、なんかその中結構多いじゃないですか、はいはいはい、見てたら。そうですね、画面端はむしろめくられないので、中結構重いのがよかろうというところでしょうか。じゃあ、なんか今すごいことになった。着地になるが、マージャンプ、ソニックねじ込む、スタート。そこでサマー勝ち。我慢したな。我慢、我慢したいものは。うん、今のちょっと藤本取れなかったので、今の取れなかったので、分かれ目ですよね。藤本はあそこで前に出ちゃうのがいいところでもあり、そうっすね、今回は裏目に出てしまったというところ。さあ、今回も藤本の立ち回りが非常にうまい。この体力差で我慢して来ている。そう、ここまで持ってきてること自体が結構やっぱりうまいですね。うまいですよ、本当。藤本さん的にはここがその思った通りにいかないとですね、ここからが。そこからがね、ですね。割と小高 の、 その中足割り切りだったりとか、はい、思い切ったたまに来るスタブとかね、たまに来るスタブは前歩くとそのシャグ止まる行動に強いんですよ。止まってシャグ中間みたいな行動に強いんですよ、はいはい、なので DJ が出したら4年要素が1つ増えるというところ。ただ、うわ、本当ならこうなるので、そうですね、藤本は今回も無理はしない、うん、これが DJ のことだもんね、うん、画面端でリード取ったら、はい、無理はしないっていう、はい、やば、いいですよ、いいパターンなんですが、うん、さあ、どうだろう。戦いのところ、大事な試合で DJ に当たったときは勝ちパターンが多いぞ。過去の大分でもそうだった。藤本にも伊藤にも勝っている。個人戦ではどうだ。ここは我慢だ、ツミック打つ。ここで、マイジャンプ。しかし投げているのは無情。ソニックは打つぞ。タッチダイキックの後はアレクスが入りますからね。今のソニックは勇気のあるソニックだと言えるでしょう。ジャックソニックなので抜けてない。これでかいな。これはちょっと、さあ、まだしかもちょっと前に出て。ちょっと前に出るのが素晴らしい。これで下がる距離が少しでもできる。しかし、2回目投げ返しと大パンが当たる。時間が、これは負けちゃい条件。うわー、うわー、当たっちゃった。うわー、マジっすか。いやー、これでもいい試合でしたよ。めっちゃいい試合。めっちゃいい試合ですね。これはね、いい試合ですね。フジモン、うまいね。うまいっすよ。うん。うん、あれが、ね、あれが、あの彼なりのガイル戦の答えだなっていうのが、そうですね、あのちゃんと攻略してるっていうのが伝わってきましたね。非常に伝わってきて、この周りで戦うのが一番強いんだ、うん、DJ はっていうようなやり方をきっちり毎試合してるので、よかったですね、うん、で、小高もそれに対して、うん、まあ、前ジャンプとか用意してきたのはちょっとあれですね、うん、あれちょっと苦しかったんちゃうかな単純に、うん、そうなんですよね、あの小高戦が上手いかどうかっていうのが、はい、横浜勢の物差しなんですよ。へえ、やっぱ、はいはい、横浜勢ってずっと小高戦やってるんで、うん、ガイル戦みんな大好きなんで、うん、で、小高が苦しくなる瞬間みたいなところを抑えたら、はい、今日はもう俺の勝ちみたいなのがありますね、そういうところ。そう、あるんですね。で、ちょっとそこ通してしまったのがやっぱり、うん、今回きつかったですね、はいはい、あの下がりアースだって正解なんですよ、うんうん、はい、だって、うん、ソニック打ったらスライディング打たれて、うんうん、で、なんか前に出たら、うん、あの、ちゃんちゃん、で、なんか、あの逆に前に出たじゃないですか、はい、そしたら、この中足で絡られちゃうみたいな感じで、はい、じゃあ、なんか、スタブでも打ちたいんだけど、うん、その下がって安らされて、ああ、もう手が出せないっていう状態になっちゃうんですよ、ね、うん、はい、なので、あの下がりやすさって、本当正解なんですよ、やられると超きついんですけど、はい、うん、そこ、前ジャンプされちゃったっていうのね。そうですね、うん、これだから、1試合目、2試合目と、さっきの試合ってすごい真逆ですよね、うん、あの、さっきの試合は、なんか、結構お手本みたいな、はいはいはい、ガイルが画面端をしのいで、うん、DJ は画面端のいこんで倒しに行くみたいな、うん、お手本みたいな試合で、前の2試合とはかなり内容があの違うというか、はい、
全然一方的でもないし、なかなかその両方とものいいところが出た試合で、あと割とコタが早めサマーしたのが、はい、結構その中部系対策でありますね。結構ね、中部勢って、まあ、もちろん立ち回りも超うまいですけど、はい、当て投げもすげえうまいですよね。で割と序盤に当て投げ仕掛けるんですよ、はい、序盤に当て投げ仕掛けてペース取って、はい、なんかその2択を自分のペースで運んでいくみたいなパターンがすごい多いんですけど、そこ序盤と最後でサマー来たのはかなりそのリズムに合ってたんですね。あと1個ちょっとあの見ててほしいなと思ったのが、あの、はい、フジモンがコパンでアントビをこう安全飛び込みをしてるときにヒットしてたじゃないですか、はい、でそれをコパンコパンで止めたんですよね、はい、あれはあのおそらく早出しで飛んでると一発当たったら、うん、多分ヒット確認できるはずなんですよ、はいはいはい、わざと失敗の場合は。だからあそこで例えば相手ガイルでしゃがみで食らってるんで、まあどういうのが入るのかっていう具体的なことまでちょっと分かんないですけど、やっぱりもうちょっとダメージ取れたり、下手打ったらこうマシンガンで巻き込んで一発ペール持っていけたのかなと。そこはちょっとヒット確認できたんじゃないかなと思いながら見たんですけどね。状況確認ミスからもともとタクニックトレだったと思うんですよね。そうですね。もう最初からだからそこで止めて投げに行くって決めてるのか、まあ下段でマシンガンを狙いに行くのかってもう飛んでる時に決め打ちすぎてるんで、当たった時にあ当たったっていう感じになってしまってる感が。なるほど。タク考えてるときに仕込みまでっていうのは難しいですよね。難しいですね。そうですね。それが本当はそのスト2も他のゲーム変わらないと思います。まあでもしのぎがうまかったですね。コタカ。いや本当に素晴らしかったです。はい。ありますね。コタカ VS フジモンは中翔天さんの勝利と。はい。はい、今のところ予想通りですね。予想すごいな。怖いわ。あと何かそういうあれ専門の方ではないですね。いやとりあえずあの大丈夫ですよ。専門じゃないんで。なるほど。じゃあ次が一番分かんないですよね。サシシ VS 軍勢ですね。これは試合内容的にはどういう風な感じになるんですか。まあ、これは一般的には分かんないですよね。サシシ VS 軍勢ですね。これは試合内容的にはどういう風な感じになるんですか。まあ、これは一般的にはザンギがもしかするとちょっと有利なんだ。そうなんですか。いう試合なんですよ。ザンギってあの基本的には有利な試合がすごい少ないんですけども、もしかするとザンギの中で一番、まあ、五分なのか有利なのかというか、そういうのがつきそうなのがこの竜とか出があたりになってくるんですけど、はいはいはい、逆に軍勢はここ勝てなかったら相当厳しいですね。竜が取りたいでしょうね。竜が取りたいと思うよ。なるほど。なんか昔の投げキャラって普通に球が単純にきついっていうような勝手なイメージなんですけど、そうそう、だからダルシムとかチュンリーとかガイルは超きついんですけど、竜、うん、はい、はい、割とその、はい、まあ、人にもよるんですけど、はい、見てからダブラリがいけなくもない距離があるみたいな、はい、うん、それはダブラリが当たるんですか。当たります。へえ。だからこれねゲロムスなんですよ。で竜側も結構前後移動、うん、そこそこ速いし、はいはいはい、ライボスとかもあるんで、うん、なかなかその前にいてくれないですよ、ザンギ側としては。だからそこまでいけるってわけでもないですけど、まずそのポイントが一つあるっていうのは、はい、まず竜側からやりづらいです、はいはいはい、であとダブラリも P と K があって、うん、はい、回転数が違います、はいはい、でダブラリもし相手が漏らしたら、うん、歩き出して行きたいんですけど、はい、ちょっと下がれるし、うん、回転数も P と K で違った場合があるんで、ちょっと見余っちゃうといけないっていうのがあるんですよね、はい、なるほど、うん、あれ音と声とかで分からないもんな、ね、そうなんですよ。他のゲームと違って分かんないんですよ。それは、ね、そこは逆に他のゲーム俺音で分かるよって言ったのに、はい、そうなんすかとか言われるんですよね。スト4とかの音、あの声が違うじゃないですか。はいはい、違います、ね、フリアーとフワーって言うじゃないですか。いや、フリアーとフリアーですよね。で、はい、そしたら、うん、とか言って言われてね、はいはい、結構見分けがつくっていうのは卒業するすごい嬉しいことなんですけど、うん、そうですよね、うん、あとはまあ近距離技が、ザンゲームのいいところっていうのが、はい、近距離技がすごい強いんですよ。もうコパンも強い、タチ中キックも強い、しゃがみ大キックも強い、全部強い。ただまあそこまで行くのが大変なんですけど、はい、リュウに対しては今、まあ、洋食君が言ったようにそのダブラリがあるんで、うん、球を見てから抜けれるとか、あとはそこにあの弾きスクリューって言ってこうタチスクリューいわゆる、うん、1回転なんであのウルフォーとかストハイブとかとは全然比べ物にならないぐらい難しいんですけど、まあ、それでそのなんていうんですか、タチスクリューとかもそこに混ぜられるとリュウは結構もう割と何もできないよ、うん、でちょうどスクリューと台足の前がほぼ一緒なんですよ。一緒ぐらいですね、うん、スクリューと台足の前、竜の台足と、はい、ザンギのスクリューの前がほぼ一緒なんですよ。あ、なるほど。そこはね、まあ、ほんとね、まあ、紙調整と言ってもいいのもあるので、そこのっていう話になってきて、そうですね、うん、他
他のゲームだったらバックステとかがあるんですけど、うん、多分このゲームバックステできないからリオも下がりたいけどっていう状況で、ね、そこ下がりたいと状況になってくると、うん、あのこのゲーム得意の駆け抜きとか、うん、出てきて、はい、そうすると今度リュウが、はい、残機待ってるけどファイヤー打たざるを得ないみたいな、はい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 、そうすると打たせることができるね、その前を固定した部分、はいはいはい、みたいな駆け引きになる、ね、波動拳を打たせるっていうのも大事ですよね、刺そうただ空振っちゃうともう容赦なくファイヤーが刺さってダウンさせられてみたいな感じになっちゃう。ちなみに影抜いっていうのはあれですよね、攻撃出してなんかガードそうガードボール飛ばして下がらない、ね、なるほどなるほど、分かりました。じゃあ恒例のいきますかこれね、俺、はい、これが一番悩みました。なるほど、グンゼってもう言いたいんですけど、はい、刺しきますね。こうあえてきついっていうところを予想してきますね。いやもう人もある程度分かってるメンツが出てるんで、はい、うん、ちょっとその3先で考えた時に、うん、まあ、サッシに勝ってほしいっていう感じかな、はいはい、あ、グンゼに勝ってほしいんやけどサッシにも勝ってほしいどっちですか。いや、まあ、どっちも勝ってほしいですよこの対戦ははいはい、まあ、つまりここは駒田予想的には山場と。そうですね、はい、うん、サッシにとっては超山場ですよね、うん、サッシはもしかするとさっきも言ってたんですけど、うん、ここを超えれば、うん、全然優勝あって優勝ありますね。なるほど、ここはじゃあここ乗り越えればサシシさんの優勝もあるし、はい、サシさんの勝ちも当たるから駒田予想も優勝してしまうと。そうですそうです。なるほど、ここはそういう意味でも注目ですね。注目ですね、これは。なるほど、分かりました。じゃあ試合の方いきましょうか。純粋に試合的にもすごく懺悔対龍は面白いです、はい、そうですね、面白そうですね、その、うん、いい勝負っていうことで、はい、それではじゃあ試合の方見ていきましょうか。それでは試合お願いします。お願いします。あ、どうもマイク入ってます、うん、大阪から来ました、残金使える軍勢よろしくお願いします。腰低いですよ。いや、ちょっとこのメンツの中にいまして、もしかして呼ぶんかな俺と思いながら来ましたけども、まあやれるだけやってみたいと思いますんでよろしくお願いします。うん、あ、なんかちょっと今軍勢の後ろに視聴席見えてなかった見えるんですね。あ、竜使いのサッシです。招待いただいてありがとうございます。楽しみながら勝ちたいと思います。優しそう。よろしくお願いします。ハイタニックのファンなんですよ。へえ、うん。結構大変にも興味ある。確かになんかちょっと髪型も前のハイタニックに寄せてる感じしますね。うん、ハイタニックのファンって意外ですね。意外は意外ですね。うん。あんまり接点がないじゃないですか、ゲーム的に。サーモコでちょっと。あ、そうなんですね。あの、サーモコ結構強いです。あ、そうなんですね。じゃあ誠とか使われたりするか。負けんですけどね。何代で信者なんだ。何で読めないか。さあ、サシシはこういう組み合わせやっぱり自分から動いてね、うん、やらせまいとするでしょう。どちらかといえば下がりガードよりは自分で足場線を仕掛けるタイプ。さあ、ジャンプ中パンチは持続が長いんでね、ダブルダブル潰しちゃってます。ので、起き上がりはあのジャンプ中パンチを使ってるんですけど、あまりにもやるとしゃがんで透かされるんで、たまに大パンチが出るというのもあるんですね。さあ、波動シンクで削って、今あのピクッとしましたね。ピクッとして、軍者さんがピクッとして投げたと。相手の反応の良さを逆に見せたというところでしょう。そうですね、今の前、ちょっと遠いですよね、回ってるところが。ちょっと遠いですね。なんか、おー、鎖骨入れる。あれは逆にスクリュー暴れが来ないと予想したというところでしょう。これね、実はね、あれなんですよ、大阪今リュウね、いないんですよ、あんまり。あ、そうですね、我らがそうなんですよ、シューティング D さんがいないんで、そのリュウさんがね、あんまり今やっていないと、うん、そうですよね。ちょっとね、軍勢がどこまでできるのかっていうのもあるなと思う、ね、うん、そうですね、そのしゃがみでジャンプ中パンを透かせるんですけど、はい、しゃがんじゃうと大パン食った時にやばいと思います。なるほど、読み合いなんですね。さて、うん、サシシ割と大会ですけどビビってなさそうな、まあ、感じですね。いつも通りの感じは立ち上がりいいですよね。いつも通り、うん、あのね、今のね、ラウンドの一番最後の軍で2ヒットで負けたあの2ヒットあるでしょ、うん、あれで相当精神的にサシシは楽になった。 あれ真空で削り終われへんかったのに、ね、簡単に食らって負けたでしょ。逆にちょっと軍勢さんはの、ね、負けちゃう時の踏み込みの足らなさがありますかね。おっと、今のダイヤショーミスったが、これもどうだ、今のは環境に優しかったか。どうだ、昇竜で暴れていく。あの波動の差でもスクリーン今さで暴れられそうな
感じあるんですけどね。いや重ねたので繋がっている。さあどうだ、足払いを置いて当たってますが、犯されてる感がされてる感がすごいね。あります、ありますね。当たってはいるけども、完全にここやったら取れるよっていうところを誘われてますよね。ちょっと軍事さんの踏み込みが、逆に軍事さんが踏み込んでるときはもう絶対に優に負けないみたいな ね強さがあるんですが、ちょっと遠いね。さあどうだ、踏み込んでいくぞ、勝利をすかした。しかしバニーじゃないのはどうだ。そうですね、ちょっとここで掴んでいく。環境にも優しい、優しい方行っちゃった。そう、今の位置で回ってると、あの位置調整して当てられるんですよね、ダブラリを。まあ今のちょっと近かったですけど、はい、あ、今の開幕の位置、これ、ね、はい、開幕の位置は、そ、今回は暴れを竜巻に選択。うわー、ピヨった。これはピヨを出していきました。今のは多分サシシ特有のリバーサーやったと思うんですけど、ちょっとミスった、ね、そうですね、出てなかったです、ね、フルクライはちょっと珍しいですね、しかもあのグンゼの方も繋がってなく2ヒットになったんで、かなりグンゼさんも難しいところを仕掛けた感じですね。そうですね、ガードを読みづらいところ行ったがりにちょっと高めになってしまった、ね、なんかね、ちょっと本調子の動きじゃないっぽく俺の目には映ってるんですけどね、今グンゼは今ちょっと、今の足払いに、足払いはこのザンギ戦のね、13時のポイントになります。そうですね、あれがスカルかスカルないかが決めると言っても過言ではないと言っていますね。さあ、影縫いを使ったんですけど、 それを見て逆にサッシュ暴れてきましたね。はい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 、もう暴れ、あの、相打ち OK というところで、今ザンギが2回サッシュからできるチャンスあったね。ありましたね。ちょっとファイヤー見せたか。どうだ、今度はダブラリをミスってましたかね、今の大パンチが出たのは。さあどうだ、地上戦のサッシが勝っているぞ。そうですね、ちょっと地上戦に差があるね、これは。踏み込みがちょっと足りてない。しかし来たぞ、来た、後ろで回っているので、もう一回はいける。さあ、リバーサーをしっかり出して、うわー、来た、来たぞ。あー、今のは痛い、今のは痛いな。でここあれなんですよね、今のも竜巻出した後に、今度は勝利出してっていうところで、結構ね、置き攻めに対していろんな、あの、入力出してるんですよ、確かに。その辺の研究も抜かれなくて、はいはい、でまあ、最終的にやっぱリバーサで暴れたから、グミさんミスってしまったとか、ね、そういう、今はそうですけど、はいはい、あの、諦めず出すってのが大事なんですよね、このゲームは。上手い人でもミスを誘えるっていうんですね。やっぱり調子いい時、あのダブラリを、ね、普通にやってくるから、打ち出し台足があんまり掴んないんですけどってところですよね。そう、ああ、そう、これね、だからね、あれ食らうとね、楽なんですよね、理由は食らってくれると。さっきね、グンさんもめくりを当てたので楽になったとちょっと思ったんですが、さあどうだ、流線が確かにちょっと久しぶり感がありますね。もうちょっとやっぱり近くで、ね、やっぱり軍勢の調子いい時だったら戦ってるイメージが、先に回ってしまった。後手後手になっている。残念、厳しい、これは厳しい。下がると思ったら前に出ている。マジか、サッシッシ調子いいぞ。サッシッシはこれなんで俺だと訓練とかあれ出ないんですかね。いやー、サッシお前ほんま意外にせいやー、勝ちましたね。いや、勝ちましたね、これ予想も的中しましたね。私と訓練は即しましたからね、あいつちなみにちなみにですけどいやでもね、サッシもうまかったんですけど、心配なのはグンゼですね。そうですね、むしろちょっとグンゼさんが心配でしたかね。今ちょっと本来のグンゼらしさがちょっと出てなかったですね。あんまり大切かったりしないんですけど、ね、しないですね。もっと怖いというか、嫌な思いをしながら勝たないといけない相手なのに、飛び込みはやっぱり食らってラウンドっていうかゲームを2回取られたでしょ。それはちょっとダブラリもちょっとダブラリが遠かったりとか、そう、遠かったりとか、それちょっとミスでしたね。ましたよね、ダブラリ遠かったり、しかもね、その後半はもう出され
ダブルに出さざるを得ない、先出しされちゃって大出しだったりとか、大出し出されちゃって大出し差し返してくれたりとか、後手になっちゃったんで、そうですね、本来は残儀が動いて竜を後手させないといけないんですよ。はい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 、なるほど、本来のちょっと逆になっちゃったと、多分ね、ちょっと緊張してたと思います軍勢は。おそらくあるでしょうね。なるほど、なるほど。逆に指しさんはここで乗れるんじゃないか。これは乗れる、ありますよ。ある、うん、でかい、これは大きいですね。なるほど、なるほど、分かりました。それではじゃあ第5試合目の方行きましょうか。第5試合目はアニケン VS ユーベガと。これはいいカードですね。どうですかこの組み合わせ。この組み合わせがね、はい、本当なかなかいい組み合わせで、まあ、はいはい、剣ってもともとすごくいい組み合わせが多いんですよ、うん、はい、例えばまあ、ベガもそうですし、うん、あとブランカ対ケンなんかもすごいいい試合ですし、結構ね、ケンってまんべんなく強いキャラにも頑張ればなんとかなるんですけど、うん、弱いキャラとか中堅キャラにもものすごいダイヤ的に五分近いのが多くて、はいはい、このケン対ベガっていうのもほぼ、うん、まあ、五分に近い。ちょっと、うん、まあ、ちょっとベガ意見も出るんですけど、うん、まあ、その点5とか収まらないですね。64、つけた64まで、うん、それ以降はつかないです。なるほど、うん、やっぱりポイントとしては、その1回剣がつかみに入ると、はい、連続性があるというか、はい、最悪つかみ殺されるがあるんで、うん、ベガは極力ダウンを取られないように立ち回るっていうのが一番大事な試合で、はいはい、あとはいかにこう相手のガードを相手にガードをさせたり、はい、必殺技をうまく使って、うん、ゲージを早く貯めるっていうのが、はい、一番大事な立ち回りになるんですよね、うん、それが、まあ、ユーベガの場合はすごくうまいんで、はい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 、アニケンはそのいつもの強気さがガンガン出れば、うん、多分もう画面端に追い込んで投げるわ、昇竜拳当てるわっていう、うん、いわゆる神の二択的な、そういうイメージの試合になるんじゃないかなとは思われるんですけど、うん、まあ、この二人 もう昔からずっとやってる中なんで、うん、過去名勝もありましたね。ありますね、これはかなり、うん、これ五分に近いってことは、じゃあ逆に予想が難しいんじゃないですか。難しいです。これも相当難しいです。これも難しいですね、うん、今まではだってすごいきついっていう組み合わせ、きつい側を言っとけば当たってましたからね確かに確かに本当は冷蔵機も今ね、残留率っていう人の方が多かったんで、はいはい、まあ、きつい側が勝ちましたね、うん、ここはちょっと難しいですね。ここは僕は兄剣欲しいですね。兄剣が勝つんじゃないかなと、うん、なるほど。これ、ね、実際過去の実績はユーベガが勝ってることが多いんかな。え、そうなんですか。どっちかな。アニケンの方が多いかな。まあ、かなりいい勝負と。そうですね、勝ったり負けたりな感じで、うん、アニケンがかなりベガ戦うまいんですよね。はい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 、まあ、そういうのも、はい、含めて、うん、で特にユーベガはやっぱり関東に来てからアニケンみたいなスタイルの剣と戦うことがあまりないと思うんです、うん、そういう優位性も考えると、うん、まあアニケンが勝つのかなっていう、まあ、勝ち予想より試合内容が多分面白いと思いますよ、これは。はいはいはい、かなり。うん、分かりました。一応2件押しで、はい、というところで。2件押しでいきましょう。それではじゃあ試合の方行きたいと思います。試合お願いします。さあ出ますか。2試合目、ユーベガさんとやることになりましたので、前回、ユーディルさんの大会では負けてますので、今日こそは、リベンジさせていただきたいと思います。前回よろしくお願いします。それでアニケンこのね、いや、このね、2人はいつもいい試合なんですよ。とにかくいい試合なんです。お互い気が強いんで、はいはいはい、それが画面に出てくるんで。まず引かないですよね、この2人はね。引かないです。アニケンさんはさっきの試合でも本当に強気でしたもんね。強気ですね、まあ、逆に剣準備とかでもあれあれしかないですね。あれしかないですね。あれしかないですね。さあ見ていきましょう、はい、アニケンさんがワンピー側ということなので、若干力が落ちる可能性もあるがそういうのもあるんですね。そうなんですよ、まあ、これは結構入れ替えることが多い試合なんで、はいはい。さあリーチの面では基本ってこれですね、波動拳に大キックが刺さるので、うんうん、リーチの面ではベガが有利です。ただし対空がベガは難しいというところがありますので、その地上戦だけをやってればいいというわけではありません、うんうん、あれがやっぱりベガはこう、いわゆるカニベガって言うんですけど、うん、あれでは優勝って勝つっていうのが結構理想的なんです、ダウン取られないんで、はい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 、
ダメージも相当違いますよ、ダメージがちしてるんですね。ええ、さあ、どうだ、チャガム中盤勝利へ投げれ、ピョンナイが、うわどうだ、投げる、うん、まあまあ、あんな感じですよね、喧嘩すときは。ベガの方が投げ前は広いんですけど、はい、投げて受け身となって、それで終わりなんですよね。うん、だからベガさんも結構投げ返して頑張らなきゃいけないんですよね。だからそれ勝利を食らうとまた痛いみたいな。はいはい、今の大勝利、うん、今の投げ返しすかして投げ、二択が勝利、二択なのこれ、うわこれあのさっき言ってたのはこういうこと、うん、画面端になってもう掴むとか勝利打つとかで勝っていくみたいな、ただ二択で勝利使っちゃうと、うん、もうダブルに食らってます、ね、そうなんですよ、うん、ダブルにダウンなんで、はいはいはい、これは勝利はやっていいんですけど、うん、かなりリスクあります、うん、うん、今のは繋がないと判断しましたね。そうですね、うん、さあちょっと離れて波動拳を打つと、うわ、うわ、投げ上げる、連発はできないですね、連発しちゃうとヘッドが刺さっちゃうので連発はできないですが、さあゲージがお互い溜まってどうする投げに投げ返しといったところか、大満、おお強気、そうか、ベガ歩き早、そうなんですよ、ベガは歩きが早くて投げ前もそこそこあるっていうのはかなり特徴で、火力だけ思われがちなんですけど、かなり性能がいいんですよね、やっぱり一つ一つ、そう考えるとやっぱ波動拳ああいう取れる前にも入りやすいし、そうですね、ベガの有利がありそうな感じに見えますけどね、そうですね、だから特に捕まる場ではもうベガ有利と言ってもいい、なるほどなるほど、よーし、勝利ですね、どうだ、うん、ここはゲダの選択、これですね、これで上いっちゃうと大勝利入っちゃうんですね、うんうん、なので、ね、ああいうところやっぱりちゃんとつなげてくるんですよね、さっきのあの話も、まあ、そういうことで、はいはい、サッシもさっきつなげてた、うん、このね、打ちまくっちゃうと、はい、ヘッドス使っちゃうんですけど、逆に打たせたら大勝利入るんですよね、はいはいはい、ちょっとミスしちゃいましたけど、メクも結構ガードしづらいんで、うん、そうなんです、なのでこの結構遠距離は浮かせてくださいね、なるほど、うん、なのでこれでもベガファンも本当に難しいからね、あすげえ無敵、なんとか画面端を抜けたかったかというところ、そうですね、昇竜を出して止めていきました、ゆうべがこのまま終わるような気がしない、うん、なるほど、ゆうべがさんの方は割と落ち着いてるイメージですかね、そうですね、うん、なんかかなり落ち着いて戦ってる感じで、別に動きもそう悪くないし、ね、いつものラッシャーも出てるんで、うわー、めっちゃ減った、めっちゃ減った、これは即死、これ最初の投げがなくてもそっちまで行きます、そうなんですよ、ピオスに出しかよ、めくれどうのって言ってたけど、ベガもそう、ベガもめくりで即するキャラが 何キャラかいるんで相当強いです、すげえな、ベガ、逆に剣はベガをめくりから気のませられないのかな、うん、確かに今の差し合い2連発面白かったですねどうだ、うん、チューキックのスカリに歩いてくれ、うわー、大足打つか、これね、あの一番アネケンが今うまくいってるっていうのがベガゲージ溜まってないんですよね、溜まる前に全部やっつけてるんですよ、なるほどなるほど、溜まっちゃうとやっぱりそうです、ね、波動が打ちづらいんで、うん、ベガはゲージが溜めづらいっていうところもあるんですか、溜めないですよね、うん、上で溜めたいんですけど、うん、溜めちゃうとさっき言ったように、ん、大昇竜で、はい、ただ今もう無理やり溜めに行きましたよね、うん、最高だ、最高だ、ダブニーダー打つと、まあ、勝利引っかかってるときやばいんですよね、うん、もうこの状況はもう圧倒的にベガ有利なんで、はいはいはい、さあどうだ、うん、ちょっと指が慎重、慎重に行きました、前歩きガードからは、どうぉ、福島ショーパン、あれは実は空対空性能相当あれ、あれ、これはワンチャンの、どうだ、ナイトメアを警戒した、うわぁ、ここは前に歩いて、ちょっとガードありましたね、うん、まあでも、ゆうべがすごく慎重に立ち回って、うまく、ね、持ってきましたね、ゆうべさんは2本取られましたが、全く落ち着いてますね、落ち着いてます、うん、あのいい動きですね、怖いほど小村さんの予想通りになりすぎて
どうなるんだ。さあどうでますか。3段の目開幕中段目に来た。これは飛び道具の出かかり打つが台足で暴れている。これは2かけ中足に対しても逆にというところですかね。今起き上がりしゃがみ中パンチが当たるところまで重ねにいく、あの踏み込みというか深いところまで行ってるっていうのも大事なんですね。あれ、さあ今の前ジャンプはあの立ち中結構完全に狙ってましたね。そうですね。ユーベラもだいぶ戦い方変えてきてますよね、これね。そうですね、結構ね、でも、まあ、慎重に立ち回ってる感が。ダミケンさん、これね、とどめを刺しに来てるか、あれかどうだ、投げ返しができてないか、どうだ、ここで踏ん張った。これはきつい、もうきつい。もうきついが、どうだ、おお、うまい、急に変わった。おお、中間だ、これ。素晴らしい。マジ来た、ユーベが。これ、あと一発で手をつきが強いんですよ。すげえ。やば。まあ、あの重ね中キック、立ち上げ。ジャンプショーパーよく当てましたね。そうですね。ちゃんと見切って、しゃがみ中キック重ねて出すと簡単にあれ繋がるんで。しゃがみ中キック持続でした。へぇ。空中からなんで、持続になりやすいんですね。どうだ、ここは波動をねじ込んでくるか、どうだ。これ苦しいんだ。投げ返しが、うわレッパーだ。すげえ。ちょっとヒット確認してレッパーしましたね。嬉しそう、アニケンさん。いやーいやでもね、いい試合でしたね、これも。かなり。ちょっとユーベラさん、多分投げ返しずっとやってたっぽいですね。さっきもしゃがみショーキック当たってたんで、ガロじゃなくて。はいはいはい。投げ返ししてるんですけど、ちょっと失敗してて、多分それを見て最後は後足を2回刻んでというところでしょう。を見てと、うん、先ほどあれだったら多分ユーベさんもうちょっと投げ返し発生してもね良さそうな感じでした。そうですね、なんか一番最後なんかはもう明らかにあの間合いで投げ返せるっていうところよりちょっと外側にいたんで、やっぱりこうもう小足レッパー当てに行く小足レッパーを狙ってましたね。狙ってましたね。最後の場所は完全に狙ってましたね、いやここまで5試合終わったわけですけど当たってますね全部ね。そうなんですよ、いやこれなんか出ないんですかこれ。全部当てたら出るんじゃないですかワンチャン。いやこれね僕あとはね、はい、多分当たりますよ。マジっすか。あとは結構自信がある3つです。はあ、なるほど。というかね、さすがにこれだけのメンツっていうこともあるんですけど、試合内容がやっぱりいいですね。面白さが伝わるとすごくいいなと思うんですけども、これ本当菰田さんの予想を当ててるのもこの面白さに何かあれですね、後押ししてますよね試合。いやー相当やっぱりあれですね、仲いい人が出てる、そうですね。僕だってもうちょっと試合の途中からこの予想してる人勝たねえかなってちょっと思いながら見てます。もう最後までいかねえかなって。はい、というわけですね。じゃあ試合終わって第6試合目、オゴー VS オドチュンとなってます。来ましたね、これ。どうですか。まあ、オゴー君が何出すかっていうところもあるんですけど、はいはい、これは今回の出場、全部の中で、はい、もしオゴー君がサガットでオドチュンがまあチュンリーという図式になると、はい、1番キャラ差が、1番か2番にキャラ差がある。1番か2番にあるの。あります。だってさっき、オドチュン対アニケンで 7-3 って言ってましたもんね。それよりあるってことですね。ありますね。あると思うんですけど、やば、昔の格ゲー。今日の、この8試合ですか、の中で一番キャラ差があるのがこのサガット対チュンリーか、ガイル対ザンギだと思うんですよ。はい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 。まあ、それのうちの一つがこの、ここから2試合そのキャラ差が結構激しい試合に続くんですけど、小郷君がただそのガイルの可能性もあるんですよね。私、八重さんのガイルの中立見たことないですね。ないね。ないね、確かないと、結構ね、しかも、王さん、チュンリー、サガット、チュンリーいけるとか言うんですよね。はいはいはい、また得意のね。得意の、はいはい、大丈夫大丈夫、あの2人で飲んでる時、あんな終わってますよ。あんな勝てるわけないじゃないですかって言ってるから。大丈夫大丈夫、それはないないない。それはないと。なんか、外人さんに、外人さんに、なんかややサガットのダイヤ聞かせてくれみたいなこと言われて、はい、まあ俺の考えはこうだみたいなこと言って、チュンリー4とか書いてあって、はい、4ってあんたみたいな、きついって言ってるっしょみたいな、ね、どうなんですかね。これチュンリーサガットは結構やっぱりきついと思いますよ。じゃあもしガイル
チュンリで見るとどうなんですか。ライブチュンリで行くと、まあ、だいぶ縮まります。だいぶ縮まる、うん、まあ、それは縮まんないとって話ですね。だいぶ縮まる、うん、なるほど。でも多分サガットで来るんじゃないかと。サガットですね。その気がしますね、うんうん、チュンリ戦自信があると本人もよく言ってるんで、うん、まあ、サガットで来るであろうことが予想できる。つまりこの組み合わせは、はい、オトチュンと思います。ですよね、ですよ。そこはそうですよね。さすがにこれはオトチュンですね。そこ行ったらちょっとってなりますわ。これはね、さすがに厳しいじゃないかなと。さすがに、さすがに逆に、ね、上下関係を考慮しても、うんうん、オトチュンさんですね。そうですね。振り予想、振り予想できた、うん、ね、駒田さんといえどもここは、はい、素直に、素直に有利を選ぶと。はい、分かりました。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ試合の方へお願いします。お願いします。はい、再び音チュンです。2試合目ということでちょっと何初戦、ね、ちょっと動いてしまったんで、ちょっとこれから挽回して、ね、これからの逆転優勝を目指したいと思います。その間ちょっとややさんが、いやでもレベルだよ。これはね、一般的にはこうチュンリがかなり有利なんですけど、不良みたいな感じになってますよね。そうもなかなか簡単にはいかないんで、じっくりキャラさんを生かして攻めたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとオトチュンが顔色変わってるな、1試合目負けたことで。あ、なるほど。まあ、オトチュンと、いや、オトチュンさんと対戦するのは、まあ、いつでもね、まあ、最大の挑戦なんでね、次の試合も頑張って。最大の挑戦といえばそうですよね。ありがとうございます、うん。まあ、でもこれ結構見ものですよね。これ最もやっぱりこの基本キャラを一番強く使う人と、はいはいはい、この職人最たるものなので、うん、これも典型的な2人というところですね。これはでもそろそろきついキャラ本当にきついなっていうのが見れるかな。ゲロきついんですよね、うん、みんな覆してきてるからな。覆ってもやばいですよね、本当意味わかんないですよ。覆ってもやばい。もしでも仮にここでオウムが勝つようなことがあれば、うん、ちょっと相当やばいことになるというか、うん、ワンチャンオウムさんが面白いんじゃないかっていう、うん、さあ音中さんが早めに飛びを仕掛けたが、さあどうだ、大パンが当たっている。ドアリードを取られたが、ここからでも全然中に勝てるが、大組での最後、これは2ヒットになってないが、うん、どうだ。対空にはなるんですか。対空にはなります。うん、ちょっと、ちょっと待ってね。おお、これ当たってしまっている。シャーランディショーが出かかったっすね。当たったのは正解でしたからね。うん、一瞬の反応は楽しみだね。さあどうだ、ちょっとお手帳さんとしては序盤を外したが楽になったというところでしょうか。そうですね、やっぱり戦列当たるとね、ちょっと楽になりますよね、精神的には。さあ、飛びも当たってきた。どうだ、上タイヤ。しかし、もうゲージが溜まっているので、これはもう読みで打ったでしょ、今ね。今は読みだと思います。打って OK というところでしょう。おなんだ、まだあるのか。マジか、ジェムサイド。いや、削り多分行くこと足んないでしょう。いや、しかし、今の内まくりは前段だったからジェノサイド繋がらないか。あー、そっか、絶対。あー、そっか。5回削るパターンがチュンリにあったら、私ちょっと…ダイナッパーカットの後。あ、拾うやん。あ、そこですか。あれ、体育から入んない。地上からじゃない。あ、そっか、そっか。あの距離、最後削り切った後に、あそこからタイガージェノサイドは届かないんですか。手出せなせない。あ、これだとの1、2回しか拾わないですよ。残りますね。それでもダメなんだ。だから、っていう感じですね。なるほど。アッパーカーを打っていく。さあ、2択へ下段になります。あの多少キック打ってから投げた。こんなね、球打てないんだよね。球を打ちまくるが、どうだ。もうあれでも抜けるんで、垂直してからでもね、球が持続するんですよね。これなんかこう本当のサガットが球をこう打ち続けてる間は、うん、サガット強そうにしか見えないですよね。打ってるのが強いですけど、うん、打ってるのが強いですけど、でも本来はこんな打てないんですね。そうですね。だって一回打たれたらもう大体負けますから、うん、おー、前ジャンプはちょっと百列を読みましたね、完全に。そうですね。うわー、投げている。さあちょっと今日王さん、うん、動きがあまりにも超人じみてますが、
あれね、結構あれを見てたんですよ。へー、途中さんの垂直は非常に反応がいい、しかし、今の隙間は、おっと、今やってきましたかね、どうでしょう。さあ、ジャンプショーキック投げている。さあ、あれね、あれなんですよ、遠距離の飛びが、アパカップ届かない場合が結構多いんですよ。それがきついんですよね。なるほど、なんか、浮かずに打ち続けるのができないみたいな感じなんですが、なんだ、飛行機打った時だけ飛んでいるのか、飛行機を打った時だけ飛んでるのか、逆に。ずるいずるいぞ。あー、もう狙いにしかなかった。めっちゃいい試合ですけどね、これ。いや、これ、いい試合なんですけど、結局こういうことなんですよ。結局こういうことなんです。ちょっと音声さんに申し訳ないからですけど、まあ割とストレート垂らしちゃってもいいんで。そうです。当たっちゃえばもう。で、ガードでも全然問題ないんです。はいはいはい。ガードでもまだチュニ有利なんで。チュニ有利なんですか。そうなんですよ。なんかね、音声さん的にはちょっと読み負けもありますが、チュニの垂らせをうまく使って戻していると言っていいでしょう。さあ、しかし。王さんがなぜかチュンリーを画面端に追い詰めるって普通ないです。普通ないですが、どうだ、台湾にいて目首を回避している垂直、これも打たせました。うん、おー、台足が当たる、うん、おーやべえな、これだぞやべえな、ほんとやべえぞ、この動きなかなかこの動きできないですけどね。飛行機も打った時だけ飛んでる、前ジャンプされてしまった、飛んでしまったか、今度はどうだ、対空テンション、さすがに苦しいところ、しゃあないフィニッカーガードしている、大パンチが飛ぶ、どうだ、飛びが当たってしまった、距離が当たってしまったが、しゃがみ中キック、うん、厳しいね、さすがの苦しんだ、ここはちょっと一瞬向けてほしい、地上戦を仕掛けるが、対空の反応も早い、これが出てくると、これが出てくるともう、仕上がりが、そうですね、上がってきますよね、上がってきます、あれが出るのは音中央に入った証だが、どうだ、ただね、もうそれでも、そう、戦列あるんですよね、もうこれ当たるんですよ、これ当たってしまう、きついね、これ。さあ、しかしそれでも球を打つのが大坊さんと、こっからね、もう一回ためれますから、まあさすがにこれちょっとでも、まあいやー、またこれ予想当たりました、よく当てましたね、このカード、いや、これはこれはね、いや、いくら王君が実際すごい動きでしたけど、やっぱきついですよね、それ内容でもすげえ面白かったですね、内容はいいですね、だって端端で打つしかないのに、はいはいはい、チュンリ飛んでいいんですよ、だって、うん、そうです、アパ食らないからなのに、そんな組み合わせなのに、なんでかチュンリを画面端追い込んでるんですよ、ね、うーん、用事付けあれは、ね、本当やばいですよ、いや、感じてたもんな、本当に、まあでも、あそこまでなかなかチュンリできないですけどね、できないですね、うん、その細かいところがやっぱり今、王国見てるとうまいなと思うのが、持続して戦列客を貯めてるんで、はい、チュンリーはレバー前に入れっぱなしで歩いてきてるわけなんですよね、はい、そこに影の井からしゃがみ大キック入れるとか、はいはいはい、まあガードできないですよね、はい、でも一回それを食らったんで、オトチュンは次それを狙ってたんですよね、でしゃがみ大キックが見えた瞬間に戦列を外して次のラウンド当てたり、そういうところがやっぱりオトチュンは卒ないんですよね、なるほど、それがバレてたと、すぐ対策したと、うん、なるほどね、素晴らしい試合でしたね、はい、音中ずるいって書いてますねまあ今のはずるい試合の典型的なんです、まあまあまあ、しっかりでもキャラクターも理解してますよね、やっぱり強いところは それなんですよね、音中はやっぱりちゃんと強ければキャラクターも理解してるんですよ、なるほどなるほど、それがまあ非常に強いですよね、うん、さあ史上最強と言われるだけ、最強と言われるだけあるんですよ、本当に、なるほど、素晴らしいですね、はい、分かりました、で残す試合が残り2試合、はい、第7試合小高 VS 軍勢と入ってます、はい、この試合どうですかね、まあ、これはもう基本的にザンギは超厳しいですよね、超厳しいです、ただ一度画面端でダウンを取ると基本的にはきっちりザンギ側ができれば、ザンギのミスがなければザンギのラウンドになるので、はい、まあ、その辺を注目して見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、その画面端に行くまでがすごく、まあ、きついですね、ですけど、まあ、ザンギ側としては合理があるんで、はい、まあ、なんか、やりがいがあるんですよね、
残業もなんかに、まあ、取りますと嫌いじゃないみたいな、多いです、うん、超きついけど、うん、なんか頑張るとご褒美やる、最後に最後の画面端ではめるっていうご褒美があるので結構残業使いもなんかきっとしてやるんですよ。うおガイルだみたいな感じで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ。だ意外と、はい、あのガイル側としても、うん、ありとあらゆる残儀の、うん、今日は何してくるんだみたいな、はいはい、ところで対応しなきゃいけないんで、うん、確かにね、残儀使いはなんかねガイル戦好きな残儀多いんですよ。へえ。なぜかご褒美があるんで、はいはい、え、ただのド M なんじゃなくて、え、多分ド M だからだと多分、はい、あの好きになれないと思うんですよね。ワンチャンもなければ、なんか最後、M の上にご褒美が最後に。ただのド M やろ。ただのド M だけますよね。だって、まず残儀を選ぶっていう時点で、ド M 感がありますから。うん、そこは俺もブランカだけになんかちょっと耳が痛いところはあるけど。コーヒー人って M だよ。まあそうなんですよね。ちょっとやっぱりね、ああいうのを見てると。残儀は変な人多いですね、やっぱね。ちょっと多い感じですね。確かに。まあ、そうですね、今の、はい、そうですね、駒田さんもド M っていう情報がちょっと今、見えましたよね。あ、そう。これですね、ガイル側からすると、うん、その小坂が敬愛する新人さんの発言で、はい、ガイル残儀っていうのは、そばっともスタブも必要ないと、うん、愛があれば大丈夫っていう発言なんですよ。すごい攻略やな。言い方もなんか、多分知らないですけど、寄せてましたね。なので、うん、あの小坂もその外来が問われるんですよ、残儀戦というのは。なるほど。だからこれは負けていけないんですよね。うん、そうですよね、キャラ、うん、キャラの会話の会話の愛情とかが問われる。これはね、3先でしかも小坂ぐらいのレベルになると、うん、はい、どんな残儀使いであっても、はい、神がからないと勝てないです。2までですよね、はい、せいぜい2までですね、取ってというところですね。じゃあここは、小坂さんの予想は、はい、小坂です。いいんですか、小高さんで。間違いないです。大丈夫ですか。はい、あ、間違いない言うとはもらえるな。ごめん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 。いや、ただこれはね、本当それぐらい3先で、はい、残儀が取れっていうのは本当に厳しいです。厳しい。わかりました。じゃあこの試合、軍勢さんをみんなで応援するという。そうです、はい、そういう内容です。わかりました。じゃあ見ていきましょう。軍勢1本でもいいから取れ。試合の方お願いします。お願いします。はい、はい、来ましたよね。試合目はまあちょっと神髄キャラ対決ということで、まあいい具の出方をしたいと思います。なになになに、いい具の出方、具の出方っていうのはですね、はい、もうなんですかね、具ってあの材料とかの具の具ですか。具の出方、神髄キャラ同士ということで、俺もあの神髄のことはちょっと分かっているつもりなので。そう、あの出際なんですね、はい、あ、出際ね、出際を、はいはい、ソニックの出際に読み合いの真実があって、はい、その真実を煮詰めるがあんまり具が出ちゃったっていうのは、うん、あのせっかくの解説で申し訳ないですけど、うん、全然わかんないです。全然わかんないです。今意味の意もわからなかったですよ。っていうところ言いたいんですよ、彼は、ね、はいはいはい、若手対レジェンドって書いてるけど、軍でも全然そんな古くないんですよね。永瀬英雄勢からすると若手なんですよ。へえ。これはその私の前からすると軍で3なんですけど、あの今やもうあれですね、軍でさんより年下のプレーが増えた。そうですね。そうですね。軍で頑張れ。さあ、ガイル残儀出てしまいました。この組み合わせはガイルの愛があれば大丈夫です。軍で1本でも持っていってほしい。使うのはどうだ。しっかりと前に出て画面端に行かせないのが小高スタイル。でも軍でもガイル戦相当上手いですよ。上手いですよ。へえ。私初めてやってみてかなり苦戦しましたもんね。うん。うん、さあこれですよ。ソニックに合わせると台足が間に合うっていうのが、はいはいはい、非常にきつい。さあそしてしっかりと踏み込んでリフトアッパーが相打ちになる間合いを今のタイミングでこれを熟知しております。見てて思いますよ。飛びなんで食らってもあんまり減らない。あ、そう、残念なんで防具が硬いんですよ。あ、なるほどなるほど。残業体力は 1.5 倍だから6倍だから。えどういうことですか。じゃあ普通のキャラが1000だとしたら1500とか600とかあるんですか。そんなわけないでしょ。いや、そんなわけあるんですよ、残念ながら。いや、でもあっても、あっても全然いいと。あっても全然有利。へぇ、すごいな。だから、はい、あの最近のゲームで残業体力多いのは変だっていうのも、うん、私はわかります。はいはい。ですからこの辺は多いんですよ。マジか。マジか。それぐらいなかったら、うん、あかんと思います。勝負ならないです、ね、それで勝負にならないってことは相当キャラ性能弱いですよね。弱いです。そうです、うん、
さあ超早出し、あーっと今のはタッチショーキックを無視して今のでした、ね、うん、あの起き上がりのも駆け引きを無視しに行ったっていう、うん、ソバットであれ実はね、しゃがんでるガードしてるからガードしちゃうんですよ、タッチショーキック、あのスクリーンなるほど、なるほど、それを見越してでしたね、うん、画面中のスクリューはそこまでなんですよ、だから。そうですね。もっとやっぱ端、もうちょっとこう、うん、走りがダメなんで、走りがダメなんですけど、小高やっぱジャクソンに追ってってガードしてたら中足し、飛んだらアップを出すっていうのをかなり練習してるんです。かなりザンに対して負けないわけでもないですね。ただこの1試合に1回あまりのポイントをついていけば、きた、ご褒美が待っておりますが、マジか、ミスった、ごんぜガード忘れ、いや今ちゃんと、そうなんですよ、サリトミになったんで、はいはいはい、ガード忘れました、なるほど、ガード忘れた、いや、ガード入れてなかったですね、これさっき言ったように、最後のスクールの方向を入れるために最初にボタンを押す方向を決めたいんですよ、はいはい、そういうことをしたりするとガードをゆっかり渡しちゃったりするんですよね、うっかり8番あるんですよ、もうさすがに画面端とか出さないでしょみたいなあるんですけど、はい、いや出すしかないでしょみたいな、おー、しかし今のって言いましたね、うまく取った、今のは良かったね、いや本当に上手いんですよ、文前さん、今のも限りを利用して、はい、なんとかソニックに対してうまく飛べるポイントを探したんですよね、うん、下がるポイントも分かったんですよ、なるほどなるほど、うん、そう、あの移動大キックにダブラリ合わせっていうのが一番リターンでかいんですよ ね、 うん、なので小高はスタブは1ラウンドに1回までです、それを結構打ってる、いや結構でも見えてて実は1ラウンド1回なんです、あそうなんや、うん、まあ、結構心臓して守ってます、はい、ああの当てに行かないですね、さすがに移動では打ちますけど、うん、イエーイって言ってますよ、厳しいですね、やっぱり、うん、さっきの影縫いもあの画面端だともうソバック打てないんでちょっと意味ないんですよね、うん、ただ画面中だと影縫いしたらソバックしちゃうと下がれるんですよ、はい、後ろソバック、うん、なんで影縫いもそこまで効果ないんですよね、うん、はい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 、ブンゼ頑張れ、ブンゼさあどうだ、影縫いをうまく使っているがジャクソンにダブル打っちゃうともう下がるしかないんで、そうやね、どうだ、ナイソニック、いけ、ブンゼ、これはまだいった、飛べ、飛べ、投げろ、ブンゼ、飛べ、うん、飛んでいいと思いましたね、だから今1回タコに勝ってスクリューして2回目のタコも勝ったでしょ、うん、そうするとここまでいけるんで、はい、ただちょっと関係難しかったのがあります、まあ、そこはあのブンゼらしさが出てるどうだ、ソニックに合わせても超先出ししないと大事な間に合ってしまう、さあダイエット、画面出したぞ、今度はミスるわよ、どうだ、音立ち上げくだし、どうなの、どうなのこれ、相打ち悪くない、どうだ、相打ちは取れないが、中が1、中が1ですか、中が1って言うの前なんですよあれ、中が1は、いや前ジャンプ中パンとか強パンでしょあれ、ライバルです、はい、90年代活躍した日本男子バレーの選手の素晴らしい有名なので中返しということになってます、そうです、なるほど、はい、もうおさめたですね、中返しって言ってもでももう立派な技目やろさあどうだ、もう外れこれきついな、画面の場所はしかし近いぞ、あダブルアミでも勝ってる暇もない、食らってもきつい、前に行くしかない、行くしかない、しかしダブルサマーのガードも6ドットは欲しいが、もう6ドットは来たよ、グンゼ、グンゼ環境に優しい、おーナイスリカバリいや、よく打ったな、今ミスってるんですよね、高校ミスってるんですね、環境に優しいスクールだったんですけど、はい、フォローしました、そう、これでフォローしたっていう走って終わりやで、フォローっていうのかな、なんかちょっとやけそうな、やけそう、やけそう、いや、でもね、あれ割と食らうねんね、割と食らう、割と食らう、心の隙間ですね、やけそう感もあります、正直、今でもよう取ったよ、取りましたね、今ね、まあ、あの顔はやっぱり焼き口があったってことですね、ありました、ありました、さあ、あのしゃがみ大キックもあのですね、1ラウンドに数回だとやっぱり狙い絞れないですよね、うん、これきついよね、どうだ、今度はなんで前、後ろ、そこは後ろにいない、うん、ちょっとやっぱり外線で、ね、あまりレバーの方向までね指定したり寄れないですよね、自分の好きな方向じゃないと、はい、
余裕持って作ってないですね。はい、今ダイソニックってたので開幕蹴られて正解でしたね。実はダイソニックは開幕前歩き蹴られて刺さるんですよ。ナイス、あるぞ、ナイス、来た、ここはあるぞ、来た、ファイルしている、来たよ、繰り返しましたね、グンゼ頑張れ、グンゼ、さあ、でもなかなかサナは遅かったですけどね、ここでサナがガードさせたのはこれからでかいんじゃないですか、さあ、しかしソニックを踏んでしまった、これは痛い、そうなんですよね、これは痛い、これも痛い、今も痛い、戻されるし、ダイソンの削りもバカにならない、そう、もうこっからジャクソニックだけでもうな、ジャクソニックだけでもいいでしょう、1ドットは1ドットで減ってるから、このソニックの削りってかなりでかそうですね、そうなんですよね、1ドットはちょっと、その通りです、もうそれよりクラッと OK ですね、これはクラッと、次ガードして OK ですね、ただし画面足は来た、ここで間に合うか、今のは痛い、ソニックを打って削りをあと1回で終わってしまった、いやー、勝ったな、小高商店さん、いやー、これも、当てましたね、まあ、これはね、これはさすがに、いやー、マジか、最後のね、ちゃんとガードして、もうスクリューで OK でとか、そうですね、そこはもうちゃんと冷静でしたね、でも随所にね、いいところが、例えば小足を重ねて、スクリューに行ってて、はい、でそれを小高が中盤で返したところにちょっとワンテンポ遅らして踏み込みダイヤスを入れて、でこかしてから置き攻めに行くっていう、そういうやっぱりタコの太いところを通してたんで、まあ軍勢の動きも結構良かったんじゃないかなと、そうですね、だったけどここはもう素直にキャラサでって感じですか、そうですね、これやっぱり3つ取るの難しいですよ、3つだから1個2個までですね、やっぱね、いや本来そうなんですよ、普通キャラは勝、ってる組み合わせもありますけどなんか今日多かったですね、そう多かったです、しかも赤当ててる人いるからな意味わかんないんだよな、まあ、はい、というわけでね、最後か、はい、本日最終試合となりました、サシシ VS フジモン、はい、これはなんか雰囲気的に面白そうなカードに見えるんですけど、どうなんですか、これはね、え、あれ、おやおやおやどうですかね、あと結構長らく関東その他ではルーがちょっと、ルーが少し有利と、少し6-4ぐらいのやはりそんなに大きい有利不利ではないと、ないけども、あんまりルーが無理する必要なくて、止まらないように丁寧に波動拳って真空貯めると、エアさんの好き自体は大きいんで、はいはい、結構真空刺さっちゃうんですよ、はい、なんで、長らく、リュウリュウって言われたんですけど、結構中部の DJ 軍団が押し返してきてて、はい、むしろ彼らが言うには DJ 有利まであるみたいな、いうところも来ています、じゃあかなりいい勝負、DJ 側としてもジャンプダイキックのド先端とかで、結構ジャンプダイキック威力高いんで、波動の削りを含めても威力勝ちするパターンとか、結構あったりだとか、あと投げからのセットプレーとかでちょっとかけたりとか、そういうところを詰めていってちょっと威力勝ちするような感じの攻略で、実際チームでは DJ が押してると、ほうほうほう、話を聞きますね、ただサッシもですね、一時期 DJ さん相当やりまして、はいはい、いや、やはり竜だよみたいな、うん、でこの組み合わせはさっき言ったね、はい、新髄さんが横浜にいた頃に、はい、DJ が有利とかふざけんなって言われてるんですよ、うん、でそうすると、はい、その木方るサッシと小高は、はい、それを証明しなきゃいけないんですよね、はいはい、なので証明しなきゃいけないんで、彼らはちょっとこれ勝たなきゃいけないんですよ、でもそのサッシさん自身も、その竜有利だと思ってるんですか、ね、あ、多分思ってると思います、うん、まあ、大半竜が有利と思ってる人が多いんじゃないですか、これは、はい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 、まあ多分その自キャラのやっぱプライドみたいなのもありますよね、うんうんうん、なるほどなるほど、でサッシはその結構チューブ DJ のセットプレーに対する対策とか、うん、めくりを、はい、その竜巻でガード離し竜巻とかで両対応で逃げれるやつとか、はい、そういうのをちょっと常にしっかりやってるんで、そういうそのリターン負けしないような、はいはい、ようなコントがやってますね、へ、だからそれに関してなんか DJ も仕込みとかなんかやってきたりして、そうですよ、結構進んでる感じですね、そう、フジモンやっぱり竜戦とかもやっぱ上手いんで、上手いですね、これは本当にどっちが勝つかって言われると、これもかなり難しい、あれでもさっきなんかここ行けばもうあとはもう全部当てますよって言ってました、あのね、はい、上のさっきの2つよりはもう最初から、はい、決まってます、まあ、決まってるかなっていう感じ、なんかちょっとあえて含みを持たせてますよねなんかない難しいみたいな、どうなさっちゃいます、僕的には、はい、そう、前回小村さんと出た仕掛ける子で、はい、サッシは藤森に当たって、負けましたと、前回のかけるでは藤森、あ、そうそうそう、そうですよ、
あ、全然、だから俺サッシーと俺が組んだ時はサッシー1回とかしか勝ってないから、もう何回も一緒に出てるけど、1回か2回しか。じゃあここはじゃあフジモンですね。三先ですか。あれ違うんですか。三先ですからね。サッシー。しかもね、はい、サッシー全然さっき軍勢戦動けてたんですよね。動いてましたね。あれはちょっと。これいくらフジモンが流線うまいと言っても純粋に三先とキャラ差を考えてサシシです。サシシ、サシ、分かりました。最終戦はサシシ予想と。はい、ですね。じゃあその辺の踏まえてもうこれが全部的中するのかというところもね、皆さん注目してもらいたいと思います。それでは本日の最終戦いきましょうか。いきましょう。お願いします。お願いします。頑張ります。シンプル。あ、まあ、昔は多分 DJ 竜はかなり竜が有利だったと思うんですけども、うん、あの今は多分いい勝負だと思うんで、あの、ね、頑張りたいと思います。うん、まあ、実際チューブのおかげでね、 DJ のコーラが相当進みました。うん、それ間違いです。 DJ とバルログはやっぱりチューブのコーラが出てくる。バイソン、バルログ、DJ はやっぱりチューブですね。まあ、関東は竜とガイルとホークとフェイロンで頑張りたいとういうところでございますね。いや、これでも実際ちょっと分からんな。分かんないですね。ただやっぱり私はその横浜のガイル DJ、リュー DJ、毎日やつだっていう時代に私も見てるんで、うん、まあ個人的心情としてね、察しをしたいところはありますが、うん、まあ俺もちょっとそれが入ってるかな。また藤本君もね、うちに泊めたことあるんで。あ、そうなの。まあいろいろ思うところはあります。さあ見ていきましょう。終戦。こちらがサシル、スネーキーがフロディジェ。あれですね。先ほど言ったジャンプだけ結構先端結構めんどくさいんで。はいはい、これはこれ、うん、やばいっす。早めに空対空したってのはサシこれディジェタイプです。そしてこのサシシのトリガーを、これはやばいぞ。打った時だけ燃えている。そしてソバットも読めていた。空対空している。DJ 戦完璧かこれ。これね、これやばいね。うん。今ちょっと今すごいですよ、うん、今のすごかったでしょ。今のはやばい。あの要はもう昇竜で上見てないよね。うん、先ほど言ったね、ジャンプダーキックが一つあれなんですよ。うー、これね、これ昔腕端しかできないと言われていた、はい、DJ のジャンプダーキックの先端に林タイプは、はい、クラスさんに難しかったんですよ。腕端しかできないんですって、それを難なくやってのきました。今やるんですよ、ブランカさんも同じことやんねんな。ブランカさんあれもきついっすやね、うん、さあ飛んでくるしかないが、そうそう、どうだ。今の対策っすよね。めくるままめくる。うわー、小足でしょ今。これ中足、中足っす。いや、これね、これあるわ。うん、サッシュこんなに仕上がってんだ。なんでファイブの時出すの。いや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 、なんで俺と組んだの出されんだよ、こいつ。すべてはこの日のためにサッシュしようってんじゃねえ。サッシュね、これすごい分かりやすい攻略してるよね。あ、そうですね。あの要はめくりだけは絶対されないよって。そうですね、はいはい、めくりとジャンプダイキックだけはというところですね。う、うん、あ、ジャンプダイキックもね、うん、基本されないようにって立ち回ってるけど、もう一発二発はしゃあないなと。ただもうめくりに、ね、うん、ジャンプダイキックからめくりに行かれるのだけは絶対避けてるっていう、うんうん、画面端のトリガーやばいんですよ。そう、あ、実はね、弱波と重ね弱とかなんとかが、あと、あの話も言うとしてるんですね。弱の後、話で打って、弱の好きだとか、そういうのも全部、はい、計算して打って、うぇーい。いや、これね、これはヤヤさんの弟子面目役所。いや、これね、ちょっとね、今のままだったら、DJ 勝つ目はないと思う。完璧ですよね。かなり完璧ですね、これ。これはサシシ、この仕上がり、逆に俺、しゃべりましたよ、こんだけ強いサシシ。うん、これ、最近、我々と組んで、ちょっと不甲斐ないことが多かったですかね。いや、ここ、打たないでしょ。うん、そう、あれはもう捨ててるんですよ。あれの次に、めくりにもう一発いかれるのだけは、ですか。うわ、今の勝負したな。うわー、うわー、サシシ、ストライブ来てくれもうおかしいでしょこれ。足払いこれもうまい。そう、本当はそばって投げちゃうんで、そんなにしたくないですよね。だ最初ガードさせたとか、ガードしたとか、その
が逆に中足よくて大好きだったので、ね、もう打てるっていう、はい、あれです。実は読み合いが強いんですよ、端っこのところで。うわこれは割り切って打ってきた。これ相手の仕込みにそれをこれね、ちょっときついもう多分さあ、フジモンも今は五分に近いといった手前、何かを見せなければいけない。ここはガードしている。ここはガードしている。この辺の試合の立て方も完璧。うわそしてサシシのうわマジで取りかご、しっかりとスパコンは食らわないという下がってきました今。これ、ね、うんうん、これフジモン辛いと思うわこれは。いやこれ完全にそのフジモンさんもう何が起こってるか分かってないでしょ、うん、いやはやこれねDJ ジャンボダイキック一発当てるしかできないわ、うん、この戦い方は。サシシが下がってたいでしょDJ 戦がやるべきことが全てやってますね。これはやってる100点満点と言っていいのかな。これはねこれは食らわないですよ3段。3段食らわない波動拳。そうさあめくりは食らわない。めくりにさあ今ね、まあまあ、あらったらもう、今のは最後読めになりましたけど、あの距離だったんでもうガードできるって言うの。そうさあ今だから今勝ちましたけど、クリモンももうちょっとそうですよね、そういう顔しましたよね、うん、何が起きてるんだってなってますもんねさあ、今のもエアスラ見てから飛びましたね。そうです。自分から前に出ることも忘れてないぞ。なので、どうだ。そうですね、で着地にやってずらして台足波動で追っ払えるんで、できないときは、そのちょっと遅めだったんですね、うん、そうすればっていうところだった。そうちょっと浅めだったので、今度は竜巻に逃げた。さあ、エアスラも打ちづらいぞ、真空がある。うわぁ投げる。ファイヤーで燃える、打たなければ進化はない。今のね、止めないし、打てないし、なんだよこれ、ほら、何が起こっ止めないし、最後ね、あれもね、止めない、打てない、もう DJ どうしようもないから、ね、待ってください、これ、なんかリュウ、調整入ってるとかじゃないですよねサシスさんがすごいってことですよね、そうです、そうです。いや、今のはね、ちょっとすごかったですよ。いやちょっとこれ、いやこれね、フジモンもちょっとびっくりしたと思います。そう、うん、そうでしょう、絶対フジモンもここまでの留学生いないから五分に近いって今言ってると思うんですけど、これが横浜パワーですよ。いやすごいそうこれね、でもね、教科書っていうか教科書を超えてるわこれは、うん、すごいわ今は。そうなんですよね。いや逆に良かったですね、あの我々もうここ3年ね、殺傷したんですよ、うんうん、殺しは、たどり君もスタイム来たし、うん、もう梅原に唯一この梅原を告げる存在だみたいな感じで、うん、で家康さんとか倉橋さんも、うん、そのいやもうサッシュはマジですごいと言ってたんですけど、うん、いざ大会に出てきて、うん、あれみたいなね、そうそ俺らサッシュをしてきてるのに、うん、なんで優勝しねえんだよみたいな感じだったんですけど、ちょっと今日やっときました。こういう絵がこう、ね、流れてよかった、よかったです。サッシュこれなんですよ。はい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 、これなんでちょっとようやく来てよかったっすわ。そうあのただ一つこの教科書話になってるけど、うん、基本的にあのさっきの戦い方あれ教科書じゃないっすね、うん、DJ 戦あの普通あそこまでそのそう台足で決めたりとかそうとか割り切ったりっていうのが、うん、割り切った行動やっぱりできないというか、うん、もうやられたかんところを明確にして、あとはあの DJ がやっぱりリーチ短いっていうところ、うん、うまくついて、あとあの真空ちゃんと打たないだけ打ってなくて、下がって次の矢さんに真空とかはもうやっぱちょっとあれサッシ独特のあれですね。あれはあのソニックに真空を合わせ続けたサッシだからこそできる彼の系統ですね。まあ基本的にその波動拳を呼んでジャンプしないとジャンプ大キックっていうのはさっきの当たらないんですよ。見てから飛んで当てれる前ってないんで、基本的にだからそれをうまく利用してちょっと普通のリーより遠い前で立ち回って、あの大きいあ DJ が飛んできたところにまあ、昇竜拳で対抗するというよりは、画面中央だったらしゃがみダイキックで対応をして、でそれが相手が目の前に着地するとちょっと踏み込んで台足払いから波動拳でまた追っ払うと、まあ、それを繰り返してたんで、すごいなこれ。今のはすごかったですね本当に。最近思うんですけど、なんかやっぱこう年齢を重ねていくとこう反応が鈍るとかいう話よくあるじゃないですか。僕このサシスさんもそうなんですけど、でも全員こう見てるとそんなことあるのって思うぐらいみんな反応も早いじゃないですか。でもね、私結構サシとそれで言いたいんですけど、うんはい、あの多分反応で言ったらフードの方がいいです、う
それは反応早いとは話でしょ。いや全然俺が言ったことは、はい、俺結構やっぱサッシと対戦も重ねてるし、うん、あとあのわざわざ、うん、あのゲーセンに50円入れてお互いに、はいはい、でちょっとこれ調べてよとか、うん、この練習してよみたいなことやってるんですよ、はい、であいつは、うん、あのここで2つ、うん、とか3つとか見ながらこうするみたいな練習をすっげえするんですよ、うんはいうん、ああなるほど。で俺は結構3つまでは無理だよみたいな、うん、だからこれこうしたらここは大事に妥協して、うん、ここの保証料で妥協したらみたいな助言したら、うん、おそれいいわみたいな感じの意識ですね。練習をすごいするんですよ、うん、あいつは。だから確かにびっくりするような反応に見えるんですけど、うん、あいつはすごい練習でそれをもぎ取ってる。なるほど、うん、それは僕はすごいね。それは僕はすごい声大事です、うん、結構あの相手がこのパターンで来た時の意識配分の張り方がもう何個かにこいつの場合決めてること多いです。はい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 。なるほど。こういう風に張ってるんじゃなくて、うん、ここって相手がやってくることってこの3つやよね、うん、その3つだけは絶対通せんよみたいな、うん、そういうやり方することが多いよ、ね、そうなんですね。さっきもめくりに来た時例えば超正解は台押しでくぐるとか、はい、そういうことなんですけど、うん、多分他のも見てるからバックジャンプで食らうとか竜巻だけに打てばいいみたいな、うん、とこだけは最低限しちゃうみたいな、はいはい、そこをね、そういうこの彼なりの攻略で、うん、でもそれ自身が単純に相当難しいと思いますし、うん、あとそれをできるだけのやっぱ最低限のやっぱこの反応っていうのが絶対必要だと思いますね、うんうん、それがあってこそできるゲートなんじゃないかなと思いますけどね、うん、ただ練習してるってことは、うん、私は非常に声大にしてます、うんうん、やっぱ練習しないとやっぱできないことでもあると、うんうん、練習してもできないこともあります。そうですよね。そう、うん、僕だからブランカ戦の意識配分とか、うん、これやってこれできたら絶対勝てると思ったんですけど、うん、練習して無理だわそうだからやっぱそれを練習して得できてるっていうのもやっぱすごいんですよ、うん、練習してることもありましたからね。やっぱいやなるほど。いやこれ差しあるな、ね、あのここでちょっとリーグ表の方があるということなので途中経過なんですけれども、はい、見たいと思います。それでは、はい、それでは1日目終わりのこのリーグ表見ていきましょう。はい、わやっぱサシシ、コタカと。ドチュンが2勝0敗、ドチュンが1勝1敗、オオさんが1勝1敗、コタカさんが2勝0敗、サシシさんが2勝0敗。来ましたね、横浜市内が来ましたよ、ついに。来たけどね、藤本さんが0勝2敗、文治さんが0勝2敗と。一応2勝勢が3人と。うん。うん、兄貴さん派手に勝ちましたね。うん、派手でしたね。うんうん、そしてサシシはなんかもう相手を完封したみたいな。完封したね。イメージでした。これ、プラス5が、サッシシとアニケンで、コタカモがプラス3、うん、これ、どうなんすかね。1日目ですけど、やっぱサッシシさんの仕上がりがいや、びっくりしましたね、うん、あんな仕上がってんだ。これだって、あの仕上がり見ると、どっかでつまずいてくれないとその優勝候補って言われてたオトチュンさんがやっぱ最初でつまずいちゃってるわけですから、うん、このままね、流れのままっていうのも全然見えてきちゃいますよね。しかもあの強さの流れは、おとちゃんさんが勝った時の強さの流れですよね。そうですね。あの、うん、すごく、もしかするとって思わせるのが、おとちゃんは最初でつまずいたんですよね、はい、0-3 で、うん、で、サッシは一番最初、きつい可能性のある残儀と当たって、ちゃんときっちり3-1で勝ってるじゃないですか、うん、そこの差が最後まで響く可能性あります。なるほど、なるほど、うんうん、まあ、ただサッシもさすがにこのメンツに全勝っていうのはちょっと非常に難しいとは思うんで、そうですよね。特に県戦、チュンリ戦はでも彼も非常にやってて自信があると思うんですけど、やっぱ師匠である小郷さんと、あとやっぱあの鬼門のベガ戦、ベガ戦も鬼門なんですね。でベガ戦はあのもう俺はあれなんですよ、あのお互いネタにしてるんですけど、はいはい、お前はベガ戦がダメだっつって、負けたらよろしくとか言われるんですよ、ネタにしちゃうぐらい、ネタにしちゃってるぐらいなんで、うん、まあ、キャラは龍が有利なんですけど、うん、で龍が当たってもよく負けてますという状態なので、うん、まあ、その辺が肝心ですね。あとこの間も小高氏に負けてました、ね、そうですね。でまあ、サシシと小高っていうのはもう100年の対決なので、はいはい、まあ、ここはもう本当にその、その時のその時の相撲の強さなんですね、うん、なるほどなるほど。ただあのサシシだったらちょっとことが分散されたんですよね。そうですよね。まあでもどうなんでしょうね。まあキャラ的にも本当に結構これ面白いリーグで、うん、ね、実際これこの後相当もつれるんじゃないですかね。はい、そうですね。まだ初日っていうことで、うん、そうですね。全然わかんないですよね。うん、あれまたね、DJ 戦だからそんなに中央戦打たないんですよ。その、うん、逆タクが怖いから。はいはい。外野戦は結構打てるんですよね。あれに1号ストック加わるんですよ。あの動きに1号ストック加わっても勝てないでしょ。無理ですね。で、あのよくね、あの、はい、小高がボコボコに負けた後、はい、ライン飛んできて、うんうん、サッシ、クソ、ク
クソとか言って俺も、それに乗って、あいつはクソだ、ゴミゴミとか言って、ただの愚痴り合い始まってたんですよ。ちょっと逆になんか期待したいですね。はい、うん、そうですね。わかりました。はい、本日は、まあ、そろそろ終わりなんですけども、今日のね、やっぱ感想をね、二方に一言ずついただいて、本日は終わりにしたいなと思います。はい、それでは、ね、翔さん、一言お願いします。ちょっとね、私とキャベツさんは、はい、他社のですね、はい、なんちゃらリーグとかにも参加させていただいたことが、うん、あるということで、うん、個人的にこういうのを X でやったら面白いなとは、まあ、はいはい、結構数年前から妄想してたんですけど、うん、まあ、それが今回実現したと、はいはい、いうところがあるので、うん、それが非常にちょっと私、感慨深いプラス、うん、まあ予想通りと言いますかね、はいはいはい、試合が非常に良かったので。そうですね、その X やってる方たちは、うん、もちろんそのどの組み合わせとかも多分見慣れてると思うんですけど、やっぱこういうリーグ戦で、まあ、じゃあどうなるんだっていうのも、うん、多分今までなかったと思うんで、それちょっと新鮮な形で見れるかなとは思いますよね。うん、ね、非常に良かったです、うん、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。はい、そして小田さん、なんか予想が全部当たりまして、そうなんですか。そうでしたね。そう、すごいっすね。やっぱすんなり全部当てたから最後忘れちゃってたわ。決して見てませんのでただこれ本当に、すごくいい試合が多かったっていうのがもう一番ですね。あまり普段このチャンネルに登録していただいている方っていうのは、はい、スパーツ X っていうゲームをあまり見られることがないと思うんですけども、ね、まだ秋葉原の日であるとか、はい、西日暮里の VS であるとか、いろんなゲーセンにこの、ね、スパーツ X 置いてありますので、うん、はいはいはい、ぜひこの機会に一度ちょっと触ってみようかなとか、ね、ね、なっていただければ幸いかなと思います。実はもう東京県内で言えば、うん、ほぼ毎日やれるところあるんで、らしいですね。うん、まあ、埼玉と神奈川とかになっちゃうんですけど、うん、そういうのはあるんでね。しかもあれですからね、その秋葉原平に限っても10円ですよね。10円ですからね。うん、秋葉原平は毎日誰かしらいます。うん、そうです。必ず対戦ができる環境がありますので、うん、まあ、キャベツさんもね、しっかりこれからスパッツ X をやっていただけるということなんで、はい、そうなんですよ、はいはい、でもまあ僕途中から DJ やめてちょっと違うキャラにしようかなベガとか本当にいいですよ、はい、ベガにしようかなと思ったんですよ、うん、ベガね、はい、楽しいめくりがやっぱ良かったですね、はい、うん、そうです、結構ね、めくりが分からへんって言って最初はゲロ吐きそうになるんですけど、はい、それを乗り越えるとかなり、はい、楽しいキャラだ。バイパーってのもめくりが広くなかってました、はい、あと足の速いのはちょっと気に入りましたねそうですね、はい、いいですね、前詰められるなと思って。本当に今回こういう、うん、まあ、組み合わせ的にも熱い対戦カードが多くなるような組み合わせが多いと思うので、うん、ぜひ、あと2日目3日目ってあるんですかね。そうですね、はい、ぜひ楽しみに、ね、私も見ようと思いますので、はい、皆さんもスパーツ X 触ってくださいね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後は、ね、来週の大会、ごめんなさい、来週の大会だけ、はい、さっきもちょろっと言いましたけど、はい、X、毎年恒例の3-4が、はい、ちょっと5とかぶっちゃいましたけど、土曜日12日ですね、はい、に日曜日秋葉原 e スポーツスケア、おなじみの e スクでありますので、 e スクでやるんだ、はいはい、大会名はちなみに X エストという名前で、エスト、はい、やります、ね、あれですね、あれですあれか、うん、あれ、俺も行こうあなたはジャパンカップなのになんなり出てくださいストファイブ被ってるんですか。ストファイブ被ってますね。被ってなかったら全然組んで出ますけどね。え、マジっすか。いや、僕本当空いてるんですよ、はい、空いてるんですよっていうか、はい、翌日からちょっと海外なんで、はい、まだどうしようか悩んでる途中で、仕事的にはとりあえず、はい、まあ出れんこともないのかなぐらいには。それは駒田さんと組めば僕優勝狙えます。無理ですねなるほど、ね、考えさせてください。はいはい、というわけですね、はい、じゃあ最後告知だけ、はい、はい、他にありますよね、はい、8月17日木曜日21時からオールバトル定競争、毎月第1第3木曜日灰谷和の子ゆかどんで定競争やりますと、はい、そして今日行われた X リーグ2日目が8月19日土曜日実況賞解説に会見となってますね、はい、はい、そして8月24日木曜ビッグマッチ3、4代目 VS 川又、黒人 VS フロー、ガチ君 VS ベロレント、うん、こちらもね、すごい熱いカードとなってますので、ぜひご覧ください。はい、見たいね、はい、見たいですね。そしてこちら運営コメントの方に UDL 格ゲーチャンネル番組スケジュールの方がありますので、こちら飛んでいただけると UDL のこの格ゲーに関するね、放送が一覧として見られますので、いつ何がやるのかっていうのはね、うん、分かりやすくなってますので、はい、そちら確認していただけるといいなと思います。
はい、というわけで X リーグ初日ねかなり暑かったですけど、いや楽しませてもらいましたね、うん、はい、ぜひ2日目と見ていただけたらなと思います、うん、それでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではさよなら。ありがとうございます。